はいよ、ということでね。とりあえず、これね、今、紀勢自動車道だったっけ？のね、まあ今、紀北町ですよ。紀北町のね、なんかね、恥神テラスっていうらしいです。初めて来ましたね。開通ね、こっちの方、大内山から先ね、開通してね、そういやね、まだね、こっちの方ね、ちゃんと走ったことないなってことでね、ちょっとこっちの方走ってるわけですけど。ね、こんなんできたんですね。なんか、伊勢茶とか、大内山牛乳のソフトクリームとかってるらしいですよ。暑いですからね。ちょうど買ってくるのいいかもしれませんね。よいしょ。あと写真とか載っておきましょうかね。よいしょ。とにかく暑いんだわね。さへえ、こんな感じなんですね。こっち側で、土産物屋とか。で、上は？あ、休憩室なんかもあるんだ、上に。へぇ。暑いな。ちょっと日陰ですからいいですけどね。こんな感じ。ああ、一覧出てますね。上下共通らしいですね。ですから、ここから、下側に入ることもできるんですけど、これは、ここ無料区間なんでね、別に逆に入ってね、それでね、着てるとかそんなのも下手くりもないですからね。まあ、これでいいってことなんでしょうね。ここは今は閉鎖したのかな？こっちは。なんか締め切っとるな。一応、いろいろとあるみたいですね。あ、ここに出てるわ。地図がね。これ分かりやすいな。今いるのが、紀伊長島越えて、あ、ここだ。ね、今ここと。ね、で、まあ、紀北町か。ですよね。この辺り。あ、そうですね、紀北町やね。で、ずーっと降りてたら、まあ、尾鷲、熊野ってありますからね。まあ、ちょっとね、今日こっちの熊野の方まで行こうと思ってますけど。あ、ふるさと温泉もな。まあ、また帰りにでも寄りましょうかね。よし。まあ、この辺り海水浴場とかも多いですからね。まあ、海水浴やら釣りのお客さんとかが多分いっぱいいるんじゃないかなと。駐車場も結構混んでますからね。東紀勢方面、こんな感じってことですよね。紀伊長島あたりから、新宮の手前までね。ちなみにこの、紀北パーキングエリア、無料区間なんですけどね、こんな感じで、名古屋方面、尾鷲方面が、名古屋に行くのは赤方面で、尾鷲方面、南の方に行くのはこう青方面って感じで、こう、分かれてね、どっちにでも行けるようになってるっていうのがね、これパーキングエリアとしたら面白いですよね。まあ、無料区間なんでね、名阪国道なんかでもこういうような、ちょっと形は違いますけどね、まあ、見受けられますけど、面白いですね。だから上下線合わせて全部駐車場も一緒ということですね。まあ、この辺りだったらこの規模で十分ってことでしょう。なんでしょうね。で、上を乗車はしてます。無料区間ですけどね、全然ね、高規格なね、立派な道路ですからね。暑いな。よし。はいよ、ということでね、恥神テラスさんか。うん、無敵もあるけど、もう早速ごめんなさい、食べ始めてますけどね。大内山牛乳のソフトクリーム。なんか出てましたよね、売店。買って。食べてるわけなんですよ。いかんせんね、もうす、えっとね、まあいかんせんね、もうすでに30度を超えちゃってるんですよね。結構標高な感じですけど。なもんでね、アイスがもう買った瞬、アイスとかソフトクリーム買った瞬間がね、溶けまくってきてますんでね。なんで、なめながら。すごいミルキーなね、さすが大内山牛乳というね、感じで。ね。もう一つね、売っとったのでね、写真撮って載せときますけど、こんな感じで。この辺り地元のね、お刺身ね。刺身もね、やはり伊勢と紀伊で変わるんですよね、結構。同じ、三重県産でも伊勢湾内の魚と、やっぱし、
この熊野灘っていうね、熊野灘になると今度、外海、太平洋の外海になるんで、一気に魚の感じが変わりましてですね。ね、こっちの特産の、魚とかとかなんて、のせてます。なんて言ってましたっけ？はじかみ丼でしたっけ？なんか書いてありましたよね。しまった。この中にしまってある。のせておきます。これね、ない。いや、美味しかったですよ。どんなよね。音が大丈夫かわかりませんけどね。とにかく、カメラのね、防音対策か、温度対策しないとね、本当にね、すぐにヒートアップしちゃってね。あれ、ご飯屋さんもね、早く開いてるんですね。10時半だったんで、11時前だったんですよ。もう開いとってね。なんでね、まあ、空いてる時に食べれたんでよかったな、ということですね。やっぱお昼時に食べようと思うと、まあ、もともと私がそんなに、12時にご飯を食べるっていう、習慣がずっとなかった人間なんで、仕事からね、12時が一番書き入れ時って言いだったりしますからね、外食業によってはそうでしたし、僕の仕事でも基本的に12時から1時の間ってのが、皆さんがね、休憩に入るんで、それに合わせて問い合わせとかが来たりしてね、の対応とかっていうのがね、ね、基本的になかなか接客やの12時からね、さあ、お昼ご飯を食べようっていうふうにはなりませんからね。なんで、これぐらいの時間から空いとってくれるとすごく助かるんですよね。あと、どうしても今はさ、水避けないと来ませんでして。やっぱ、家族連れとか多いですからね。でも休みですからね。ということで、このね、サーファーパーキングよりも、まあ、出入りが激しいんですよね。で、まあ、見てると結構やっぱし、警戒ナンバー多いですよね。よし、さあ、とりあえずね、向かいましょう。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。もう少しなんかします。最近ね、熊野、寄ってからになると思いますけど、とりあえず南の方で見かかっていきますので、よろしくお願いします。はい、こんにちは、山城と申します。さあ、今日はね、どこに乗るかというとですね、これ、三重県はですね、熊野市ですね。熊野市のね、ちょうど大桑の熊野店さんに来てるんですよね、今。なんでお前こんなところからいきなし放送してるんやというとですね、まあ、全国に上げとるかな。ちょっと途中で紀北町とかでも来たりとカメラを回してたんですけど、スマホの方でね、回してたんですけどね。いや、今日はね、まあちょっとね、企画を打とうじゃないかってことでね、まあこっちまで来たわけです。まあお盆なんですけどね。本当はね、今年のお盆ちょっといろいろと出かけてね、撮影をしようと思ってたんですよ。ね。なんですけどね、これ困ったことにですね、まあ、GoTo キャンペーンとかでね、なんかキャンペーンやってますけど、残念ながらですね、会社の方でね、まあ私はね、メインの仕事は別でありますから。で、そっちのね、会社で働いてるわけですけどね。まあ、その会社の方の、社内規定って言ったらいいかな、内規っていうような感じのやつですよね。でですね、まあ、県外移動、が禁止になっちゃっていまして。で、法律的にはね、問題ないでしょうってなってますが、まあ、でも三重県今、また緊急事態宣言が県独自でね、発令されましたんでね。まあ、それもあって、まあ、過度な移動は自粛っていうふうにはまたなってますんで、まあ、それもありますし、まあ、会社の方でもね、県外移動がちょっと禁止になってしまいましたもんで。ということでですね、じゃあどうしたらいいかということでね、まあ、県外移動ができませんよ、いうことで、さあ、どうしようかな、ということで。でもね、まあ、何かしらちょっと置いたし、まあね、全く出かけるのもね、さすがにね、ちょっとしんどいな、ということでね、新企画としてね、県内でできるね、最大限県内でできることないかと思ったら、やっぱね、一番東、ね、東西南北、三重県言うてね、特に南北にね、すごく長いんですよね、東西もね、まあ、あるんですよね。海の端っこね、島地方。で、北はね、みなべとかね、我々の北西地方ですよね。で、西に行ったらね、伊賀とかね、あっちの方行ったらもう大阪県みたいな感じですから、ノリは完全に大阪になってきますし。で、この今来てるね、熊野の方っていうのはもともと東紀州って言ってね、まあ今でも東紀州地方って言われますよね。いわゆる紀州なんですよね。いわゆる金の国の、もともとは熊野なんかはも思い切って金の国っていうね、扱いになっておって、いわゆる和歌山の一部っていう扱い。っていう感じだったんですね。経済的にも新宮に近いですし、新宮の方ね、近いですから。新宮は和歌山県ですよね。ね、熊野三山って言ったら、ね、熊野三山は全部和歌山県ですよね。那智もそうだし、本宮山も新宮山もそうですね。
っていうふうにして、まあ、もともとあの、あたり熊野っていうのは、まあ、どちらかというと和歌山にっていうに近いイメージのところですけど、まあ、一応三重県ってことですんで、まあ、こんな感じで、ね、地域差があるわけですよ、三重県って言ってもね。特に三重県は結構その地域差がでかいということでね。やっぱし、このね、山田さんのね、チャンネル、このスターステールチャンネルは、端っこを攻めていくのが大好きなんですよね。で、普段もね、鉄道とかでもね、いわゆる末端駅っていうのターミナルね。末端駅、一番端っこの駅をね、こう攻めますよってことなんで。まあ、今回も、じゃあちょっと角度を変えて、端っこの駅を攻めようじゃないかってことでね。三重県の東西南北の一番端っこにある駅を攻めてみようっていうことでね。だいたい、まあ、三重県東西南北、橋の駅、完全制覇のためとでもね、やりましょうかねということでね。やってみようかなと思って始めようと思ったんですけど、ここでね、私は一つ大きなミスを犯したんですよね。ここでなんでかって言ったら、ね、カメラを持ってきたんですよ。ね、まあ今回はね、ある程度長い旅になりますんでね、カメラを持ってこようと、持ってきましたと。ね、バッテリーもね、忘れずにもう何個も持ってきましたよ。ここにも何個もありますよ。これはね、いっぱい。ね、ゴロ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 入ってます。よし、ちゃんと持っとるな、ちゃんと持っとるな、いっぱいあるじゃないですか。よし、バッティシアとね。ね、一応念のためのね、充電コードも持ってきた。おーおーおー、バッテリーやんね、カメラ本体も持ってきたし。とは思っとったらね、何を隠そうですね、SD カード忘れてきたんですね。そうや、途中まで、直前まで編集作業をやっとってね、パソコンに差し込んだまんまだったんですよね。で、そのままパソコンに SD カード差し込んだね、録画できねえと、いうことでですね、とりあえずね、SD カードを買わねえとな、ということでね、まあ、熊野までやってきたわけです。で、まあ、熊野にこじゃ売ってるだろうと思ってね、そこにイオンがあるんですよね。熊野って大桑とイオンがほんと、まとなりくらいにあって、うん、南北に。で、最初にね、イオンに行って、イオンに行ったら SD カードの一つ売ってたと思ったらね、なんと売ってなかったんですね。まあ、もしかしたら探しきれやんかった時なのかもしれませんが、ああ、やばい、電車が行ってしまった。ああ。まあいいや。どうせね、すぐには行きませんからね。で、どうしようかなと思ってね。で、大桑さんに売ってるかなと思ったら、大桑さんに売ってたんですけど、そしたらね、大桑さんの上のところね、レンタルショップが2階に入っておって、ツタヤが入っておって、で、ウェイさんっていうところでしたっけ。ウェイさんって言ったら、あれですよ、西日本、大阪とかに多いですよね。この前、富田林行った時にも途中でね、映ってましたよね。そう、駅間散歩やった時に。そこでね、買ったんですけど、これ困ったことになんとね、8月の20日にね、閉店らしいんですけど、多分アップロードの頃にはもう閉店になってしまってるのかな、ということでね、これは本当 SD カードの、調達が、ギリギリセーフと、いうことでね、うん、まあなんとか買いましたよということで、まあそれでね、今ここで撮影を始めましたというわけです。ただね、これね、また一つ困ったことあってね、まずじゃあ最南端の駅に行こうってわけなんですね。三重県最南端の駅、これはね、結構ね、わかりやすくてですね、この前も途中で通ってるんですけどね、初期の動画で、新宮に行ってね、帰ってきてる動画があるんですけど、亀山発新宮行き普通列車っていうね、くっそ長い4時間半ぐらいかかるんでしたっけ？ね、列車に乗ってね、揺られてね、それの始発に乗って、うん、新宮に行ってくるっていうのがあったんですけど、それでね、途中で降りて、降りてはないんですけど、通ってる駅でね、うどんの駅。まあ、かつてはね、日本一小さい村っていうのでね、うどんの村っていうね、面積がとにかくちっちゃいっていうのでね、有名だったところなんですけど、まあ、そこが三重県最南端でもあるんですよね。ということで、そのね、うどんの村、今はね、紀宝町になってるんだな、名前で言うと、合併されて、っていうところにね、行ってみようかなと思ったんですけど、まあ、そこに行ったら、まずないと。で、SD カード打てないんでしょうし。で、まあ、本当は熊野で降りてで、うどんの村をいろいろ取ろうと思うんですけど、ただね、うどんの村行ったら多分駐車場がない。ね、コインパーキングみたいなところないですから、車止めれないんですよね。さあ、どうしようかなと。ね、普通ならもうなら、あれ使いよってね、電車使ってね、うどんの村、4日ってからね、うどんの村まで行って、それで取ってね、ね、駅の東西南北の端をやるんやったら、おめえなんで車使ってんだっていう話になるかもしれませんけど、まあこれまで多少いろいろ事情があります。で、まあ、車の方のが、正直言って移動が、しやすいっていうのと、まあ、いろいろちょっと柔軟的にね、他のところもね、取ってきたいなとかっていうのがありますんで、特にね、あれが使えればよかったんですよ。この前紹介した青空フリーパスね、この前、
名称線か。ね、いたときにね、使ってましたけど、あれが使えればいいんですけど、実はあれ、紀伊長島までしか使えなくて、この紀伊長島から新宮駅の間の、この熊野とかこの辺りっていうのは、実は、対象外っていうことなんでね、使えねえっていうのはましてね、ちょっとね、で、しかも、電車の本数もね、非常に少ないんでね、ずっとね、あそこから来てっていうのは、なかなか、大変なんで、まあ、やるなら、多分特急南京を使って降りてきてとかってなるんですけど、まあ、ね、そうするとなかなかいいお値段になってまいりますね。っていうのもあって、まあ今回は車で来てます。ただ車を止める場所っていうのは問題で。で、どうしようかなと思って、うどんの村まで行ったらダメやし、まあ、熊野市でね、まあちょっと駅前にコインパーキングあたり止めてね、で、そこから移動して、まあその間くらいね、ちょっと使って、まあ少しはね、電車にもね、営業にも貢献をしてというふうな感じで思っておったんですが、困ったことにですね、なんと来てみてびっくり。熊野市って全然コインパーキングがないんですね。大手のね、やつとかは当たり前なんですけど、わお、蜂が飛んでる。大手がね、全然ないっていうのはまあ当たり前として、個人でやってるようなコインパーキングみたいなのもね、全然ないんですよね。全然駐車場ないんですよね。まあ、この辺りって屋敷海岸のところなんで、面積が狭いんでね、どうしてもあんまり駐車場とかに余裕が少ないっていうのはあるんでしょうけど、でね、地図でね、あらかじめちょっとアプリで確認してみたんですよ。そうしたらね、なんとね、これね、新宮に行ってくださいって感じなんですよね。まあ、新宮に行ったらいくらでもありますから、コインパーキング。確かに、新宮この前行った時にいくらでもありました。何回も行ってますから、ね、新宮の方は。で、それで一発解決ですよ。そうしたらね、新宮からね、もうちょっと行ったら歩いて行けるような距離でね、うどんの村ありますよっていうことなんですけど、そうですよね。なんですけどね、今回は、最初に言いました。コンセプトとして、県外移動が禁止なんで、県外に行っちゃダメなんですよ。ってことなんで、経由でもね、なんか GoTo キャンペーンの場合はね、なんか東京を経由してのやつはいいとかってなってますけど、今回はね、さすがにね、経由もダメですよ。出ちゃダメですよっていうのがね、ルールになってますんで、ね、このルール通りにやろうと思ったら、まあどうしようかなということでね、とりあえずね、うどんの村までね、車走らせてみようかなと思ってます。熊野市は、とりあえずちょっともう一回ちょろっとね、駅前の方見てみます。で、止めれるところがあったら、熊野市から乗ってね、やってみようと思いますけど、そうなんですよね。ということでね、とりあえず、うどの村の方に向かうことになるのか、まあちょっとちらっと見て、そのままここなかったら国道の方に出てっていう感じになると思います。ということで、よろしくお願いいたします。まあ、ということでね、早速走っていこうと思いますよ。熊野市駅の方に出るには、これは、右から入った方がいいかな。非常に、歩行者が見づらいですね。自転車とか来たら結構危ないな。見にくい交差点ですね。まあ、こういうところ行くとか、どうしてもね、ちょっと細い道が多いですよね。熊野って。尾瀬の方とかもやや広い道あるから。まあ、どっちもね、ちょっと、気をつけないといけない。構造であるのは間違いないと思います。で、これで、ね、今ね、松原交差点。ここね。曲がると、ようこそ熊野へって書いてありますね。銀行は、百五銀行。だってます。あ、でも、新宮信用金庫もありますね。やはり、金融的にもだいぶ、あちら側の影響がね、和歌山側のね、影響が、見て取れるといった感じですね。でね、もう今ね、これで、熊野市駅の前まで来ました。こんな感じでね、これ熊野市駅。なんですけどね、見ての通りね、観光案内所とかあるんですけどね、駐車場はないかな。おや、駐車場はなさそうですね。なんだこれ。南紀信奉社。南紀信奉社なんてあるんですね。吉野熊野新聞社。聞いたことないのがいっぱいありますね、新聞。恋愛聞いたことない新聞社が多いな。吉野熊野ってことは、吉野ってことはあれか。奈良の吉野が。まあ、全く、コインパーキング。どころか、一時駐車できるような駐車場が全くない。さあ、そうですね。そうですね。仕方ないんで、まあ、このまま、
ブドウの村の方に向かっていこうと思います。しょぼーくではあるんですけど、少しずつでもね、改善できるところ改善しようということでね、改善策を施そうとは頑張ってるんですね、実は。で、今回ね、ちょっと音対策のために、ちょっとマイクいじりました。まあ、この前ね、外付けのマイクつけてどうのこうのっていう話をしてましたけど、なんでこれ？え？これ通っていいの？ダメだ。これは無理だ。どっちにしろ方向としては逆方向ですからね。結構言うて、あれかな、帰省の人多いのかな。あと、まあ、海水浴シーズンですからね、海水浴の人も多そうです。今ね、海岸沿いの方ね、ちらりとね、走ってくるとき見てきたらね、まあ、この後また映ると思うんで、映せる範囲で映してみましょうか。あんまりね、海水浴するね、されてる皆さんなんで、カメラで映すのもね、どうかなっていうところがあります。なんかいい方向ないかな。それどうでしょう。これは厳しいかな。この画角は厳しそう。厳しそうですね。これ反対側行ったら木の本高校があるみたいですね。森のバウム。ソフトクリームの販売を休止しております。この時期にソフトクリーム売り上げは厳しいでしょうね。コロナ対策なんですよね、多分。横側は見えるけど、あと私の声が入るのかですよね、これ。マイク、相当私からあさっての方向に向いて拾ってますからね、これ。挙句の果てに話のね、途中になりましたけど、これ、まあ、話一つ使えるのかな？ね。要は、マイクにね、ちょっとね、もう、物理的にね、クッションを貼って風防代わりにしてみたんですよ。ただ、このクッションがね、もしかしたら分厚すぎるとね、全く音が入ってないんじゃないかっていうね、懸念があるわけですね。普通はこういうのをね、試し撮りとかしてね、やるわけですけどね、一発本番でやってますからね、後から音が入ってなかったら、まあ、後で音を吹き込もうと。ということでね、ちなみにこんな感じで、ね、海ほら綺麗。ね、海綺麗でしょう。ね、さすが熊野っていう感じですよね。外海なんでね、ただこの辺り海水浴するときに怖いのはね、外海ですから、めちゃくちゃ海はね、荒れ気味と言いますか、ですんでね、そこはね、ちょっと気をつけないといけませんけどね。よいしょ。このね、車ね、前のところにね、ドカッとこんな感じでね、上に出てますんでね、カメラのね、設置がね、困るんですよね。クッションみたいなのを上に置いたらいいのかな。あまり上にごちゃごちゃね、物を置くのはね、本当はダメなんですよね。あれ、郵便局なんかではね、伝票とかこの上に置くのはね、本当は禁止なんですよね。結構ね、走ってると、置いてる人見かけますけどね、あれね、実は厳密にね、ダメっていうふうにね、規定で決まってたりしますけどね。まあ、海水浴の人多いですね。まあ、ダメで全然映ってねえじゃん。なんか、うどの村に行って、今、うどの村じゃねえか、紀宝町か、で、行ってね。なんかね、うまいこと取れそうな、やつがあったら、それを使いましょう。とりあえず、元に戻そうかな。さて、来ましたよ、と。ちょっと画角戻しましてね。今ではもう有馬町のあたりまで走ってきてますね。有馬町も駅がありますよね。有馬駅ってありますよね。で、やっぱこの辺りに来るとね、面白いですね。ホームセンターも大輝になるんですね。大輝っていうと、やっぱし西日本のイメージですよね。DCM グループで、DCM グループやから、うちらの方で言うと、カーマホームセンターね。カーマいっぱいあるじゃないですか。あんな感じでね、やっぱこっちの方に来ると、大輝になるんですよね。で、DCM グループが、東日本の方行くと、ホーマットになるかな。ね、多分東京とかで、関東地方の方でしたらね、ホーマックって言ったら、多分、ピンとくるんじゃないかなと思います。ここは確か連携するんですよね。DCM グループ。
温泉もあるんですね、この辺り。よし。あ、ちなみに、今回ね、企画としてね、東西南北の端っこの駅を行きましょうということでね、まず今最南端のね、駅を目指してますけど、ね、すいません。最東端と最西端は調べてないんですよね、まだ。後で調べに行きます。最初は私、ふっとね、そばやんなと思ってたんですけど、考えてみたらそっから先に、島線がね、近鉄の島線が走ってるじゃないですか。で、この前、賢島駅行ったんですけど、多分ね、ちょっとね、円を描くような感じですね。島半島の縁をぐるっとこう回ってるんで、一番西って言われると多分賢島でもないと思うんですよ。多分、うがたかな、どこかなっていう感じでね、結構微妙なんですよね。なんでね、これはね、ちょっと地図でもう一回調べ直そうと思います。で、言っとったら、これ、大久保が出てきましたね。うん。こっちはなんていうの？あ、こんなとこエディオンあったんやん。あ、普通にエディオン行きゃ、こんな、困ることだからです。あー、しまったなー。こんなところにエディオンありましたよ。ああ、あで寿司バカ丸こっちにあるんですね。この寿司バカ丸っていうのはもう名前からまああれですけど、和歌山に多いやつですよね。うん。まあ、和歌山といえば寿司バカ丸か、寿司行くか、寿司行くんでまだあるのかな。あったら行ってみたいですけどね。ああでもねこっちの方にはですね新宮から先なんですよね。あ、そう、南、東と西はね、わかりませんけどっていう話をしてたんですけど、うん、わお、そう、大丈夫、パオ、この辺りはやっぱりね、六角線ですからね、ちょっとね、右折者が言うとね、なかなか大変なことになると、いうことでね、うん。で、まあまあ、そんなことは置いといて、一番北の駅はね、すっきり分かってるんです。一番北の駅はね、これは三義鉄道ですね。三義鉄道の、西藤原駅。でも、養老鉄道も走っとるよな。あれ、養老鉄道の滝。西藤原は、どっちやろう。微妙やな。北の橋ですからね、どっちだろうな。あ、一回ちょっと地図見てみたいとなんとも言えないですね。ちょっと後で見ましょう。あれ、さあ、三浜町に入りました。この辺りも浜が綺麗ですね。はい。ということでね、道に迷いまくってね、なんかよくわからんところに来たんですけど、なんかキャンプ場らしいですね。施設の滝キャンプ場ってなってますね。なんかキャンプ場みたいで、結構いっぱいお客さんが来てるみたいですね。まあ、お盆やから、キャンプも、ひとしおなんですけど、ね、私ね、全然キャンプとかやらないんで、ね、こういうキャンプ場があるの知らなかったんですけど、完全に道迷って、うどのからね、完全にだいぶ外れてみたいですけどね。ただこれ、多分これがその滝なんでしょうね。めっちゃくちゃ、綺麗じゃないですか。ね、まあ、いい青空で。あら。結構立派な滝。水車なんかもありますね。呼び方書いてある。季節って読むみたいですね。知らんかった。あ、でも滝だ、綺麗だ。これ結構立派な滝ですね。あ、中津坊ではキャンプ場利用の方が、こう、利用されてみたいです。あ、これ、一発な。あ、いいな。あ、ここになんか説明書きが書いてありますね。紀宝町、あさり？あさり神社西かな？竹の谷。下流、竹の滝にかかる草木であることから、昔は竹の谷の滝と呼ばれているとか、和歌山藩主、よりもさ、が、この滝を褒め、次の漢詩を読んだと。なんか書いてありますね。漢詩なんてちょっと読めないですけどね。あ、しぶきが雪の前のようだからってことですね。まあ、確かにこの辺りって雪降らない地域なんですよね。なんでかなと思ったら、そういうことか。で、施設の滝と呼ばれるようになったと。風が吹くとね、今日はちょっと風がないでますからね。
あれかもしれませんけど、これがもう、パーッと飛んでくるってことなんでしょうね。これがちょうど、ね、その、しぶきがね、滝のようだってことで、どうも季節の滝、あの、雪の舞うようだってことなんですね。へぇー。で、こんなところに、水車なんかもありますね。あ、結構買ってんだ。あら、いろいろいますね。あ、へぇー。あ、くるくる。あ、書いて泳いでますね。結構、アマゴやら、アユやら、おるみたいですね。へぇー。でも、季節は暖かしそうですけどね。滝はまあ、昔からあったんでしょうけど、多分、後から作ったんでしょうね。中にね、バイキングがあったらね、ちょっとね、なんか、買っていこうかなってところですけど、でも、キャンプグッズとかはね、いろいろ、バーベキューのレンタルとかいろいろやってるみたいですね。で、こっちはコテージがあるってことは、まあ宿泊なんかもね、キャンプのテントじゃなくてもね、コテージに、こう、寝泊まりとかもできるようになってるのかな。一応売店あるわ。ちょっと売店、あ、マスク忘れた。ちょっと飲み物あたりでも買ってきましょうかね。ちなみにね、気温はだいぶ高いですね。今ね、温度計見たら35度ってなってましたね。これね、結構山の上登ってきてるんで、これ多分都市部の方じゃったら37度とか行ってるんじゃないかな。ええー。まあまあ言って熊野川の上流の方ですか。上流とまでは言わないかな。中流ぐらいには来てるはずですけどね。ええー。記念植樹されてあるのですね。天皇陛下の、記念植樹と言われてますね。へえー、そうなんですね。なるほど。他にも、ああ、鈴木知事も、入ってますね。なんか元気やで、紀宝町川崎感謝祭り記念植樹ってなってますね。なんか新しい。平成25年。まあ結構最近ですね。で、この先はね、さすがにちょっとこっから降りるのは危なそうだけど、これ熊野川ね、綺麗ですよ。非常に綺麗な感じになってます。ただね、これね、困ったことで、この川向こう側はね、もうね、和歌山県ですからね、こっちには行けないということなんでね。まあ今ね、かなりギリギリのとこ攻めてますからね。もう県外出たらダメですからね、今回。今どんなあたり？施設の滝はここのあたりだよね。熊野川は、この町の奥の方とかも結構あるみたいですけど、ちょっとさすがにこっちまでは行けないかな？本来の目的、うどんの駅だったんですけどね。駅前のあたりまでは来たんですけどね。すっかり道を途中で間違えちゃったみたいで。キャンプとかするような人向けの感じみたいですね。まあ、それの受付も、がメインって感じみたいですね。機材と覗いた感じだと。まあ、とりあえずちょっと、自販機でいいや。ね、ちょっと買っておきましょう。大道のうどん茶なんてこんなん見たことないな。まあ、せっかくだし、カレー買ってきましょうか。よし。結構キャンプされてる方も多いですね。いやーでもね、直射日光やっぱし暑いですよ。ちょっと地図を見てね、確認していこうと思います。ああ、コテージ利用の方なんですね。こんな感じでね。まあ、ここでしたらね、多分コテージとかの利用でしたら全然3密もね、へったこいもない感じのね、ところですからね、多分問題なく利用できるんじゃないかなと思いますけど、問題はこれ、実験で今、結構風が吹いてますけど、どうかな、これで音が入ってなかったらね、今後この、防音対策、やっていくんですけどね。ちょっと川がね、綺麗なんで、途中でね、ちょっと川が取れそうなところがあったらね、取っときますよ。そっち側やったら綺麗に映るかな。で、多分道としてはね、どっかで川渡って、あっち側の道行ったら、多分うどんに戻るのすぐ戻れるんですけど、今回何せ、三重県出てはきません。これね、ギリギリ渡ると、和歌山県になっちゃいますんでね。そう。さあ、どうかな。ここの音が、綺麗に取り取ればいいんやけど。あ、ちょっと、あまり川が見えないですね。してみたはいいけど。まあまあ、こうね、雲の動き見たらわかりますけど。まあまあ、風があるんですよね、今。よいしょ。
まあでも、いい景色、いいね、緑に、いい空の青に、滝も見れましたしね、やっぱ滝をね、こう近くで見ると、いいですよね。まあ、ちょっと止めさせてもらってね、あれですけど、まあ、一応ね、飲み物、ここで買わせてもらったんで、一応これで、よしとさせてください。はい。よいしょ。まあ、紹介もね、できたかなと思いますね。何でしたっけ？施設の滝のなんかキャンプ場ね。ね。ね。いや、いいところでしたよ。はい、ということでね、ちょっと改善を試みてみたんですけど、どうですかね。あれ、平行にならないな。これで平行にはなるか。うん。まあ、こんな感じでどうですかね、ということで。ちょっと今、うどんのコーナーによって、とりあえずね、かさ増しできるやつ。まあ、ちょうどね、良さげなのがあったんですけど、逆にちょっと高すぎるかなっていう気もしますけどね。あとは音がどれぐらい入るかなんですよね。とりあえず、これでね、行ってみようかなと思います。で、これね、うどんの駅ね、行こうかなと思ってね、今ね、ちょっと確認してみたんですけどね、なんかね、これ、車で入りやんのかな？なんか前のところがね、工事やってるみたいですしね、なんかね、入れる道がわかんないんですよね。一応すぐ裏手にあるにもあるらしいんですけどね、ちょうどね、画面のね、右側のところにね、あるのはあるらしいんですけど、これ、駅舎は反対側なのかな？あ、いや、出入り口になってるな。それはどういうことなの？確かに前に道あるけど、全然、車が入れるような太さじゃないんですよね。ここのね、駐車場がね、だらっぴろかったらね、ちょっと止めて、ちょっとね、止めさせてもらって、チャラッと取らせてもらおうかなと思うところですけど、あんまりね、広くもなくて、結構駐車場ももう埋まってますんでね、私もね、早く出さないといけませんので、ちょっと曲がって見てみる？そこに映ってるね、プチールさんって、画面で見えるかな？ベーカリーの横ら辺にドーム出入り口があるみたいなんですけどね。撮影のテストも兼ねて、行ってみようと思いますけど。そう、シンクに止めれたらね、全然苦労もないですね。これね、渡良瀬温泉ってね、今、ちらりと映ったと思いますけど。もうね、温泉にも入れるし、いいんですけど、全部ね、和歌山なんですよね。ってことで、なんとか今回のルールの範囲でやろうと思うと、なかなかこれ大変ですね。もうすぐ目の前らしいんですけどね。これか。あ、これ駅前に出る方法か。あ、なるほどな。なるほどな。これは厳しいな。よいしょ。公庁役場の駐車場、こんなところにあるんですね。え、地方庁の役場ってこんなところでしたっけ？いろんな新聞そのまま。ここ役場かな。そうですね。ここが基本庁の役場かな。うどんの体育館。体育館と確か横に、そうですね。あそこが役場だったんですね。で、そこがうどんの郵便局。赤い車が映ってますね。赤車がちらりと映っとるかな。看板は映ってますよね。うん。
ここも一応周廃局ですよね。ここは特定周廃局になるのかな。規模としては相当小さいはずですし、三重県で一番南でね、周廃業務を行ったところのはずです。厄介なのが、新宮二丁の川を渡ってね、一つなんですけど、多分、うどんの金出して新宮に届くゆうパックとか郵便物は一回、四日市まで全部登ってね、で、そっから、新宮、神宮、熱田神宮のね、前にある、郵便局に行って、そっから大阪に渡って、大阪から和歌山経由で、ぐるーっと回って、届くはずです。まあ、これは県境あるあるといえばあるあるなんですけど、特にここはね、西日本と東海支社とね、関西支社の、入り組むところなんでね、より、厄介なことになりやすくなるというね。で、ぐるっと戻ってきましたけど、山崎ショップがあって、ここから入れるのかな？それ駅なのかな？ここ違うな。駅前も駅前みたいなんですけどね、この。よいしょ。こっちか。ここ駅前なのかな？ああ、ここみたいですね。よいしょ。おう。ってことで、チャットね、撮っていこうと思います。一応これがね、三重県の一番南の駅ってことでね、ぶどうの駅。駅の字が、旧字。わざわざ旧字で作ってるのも面白いですね。この辺りそういう駅多いですよね。なんか、駅舎はこんな感じで。まあ特に、売ってもないですからね、運賃表だけ乗っ取ってって感じですよね。頭の駅行ったらね、もう確か駅の時間普及時になってます。200円で行けるんですね。熊野までは330円で、新宮まで190円ですかね。それはもう断然新宮行きますよね、という、いうことですね。で、まあ電車もこんな感じでね、もう普通列車しかないんで、なかなかあれですけど、まあ異彩を放つのは、この辺りに走る亀山行きとかですよね。最後、23時に熊野市駅なんてのもあるんですね。一応結構遅くまで、熊野もあれば行けるんですね。さすがに場内は入りません。ちょっとね、今回はね、勝てませんからね。でも特急南急は、でも新宮からね、熊野市まで止まりませんからね。ここは、外されますよってことで。さあ、一応最内とね、こんな感じってことで。まあ、駅名標とかもね、切符も何も売ってないですからね。もう、今は。昔は友人でね、売ってたんでしょうけどね。駐輪場なんかもありますね。駐車場、ここは駅の駐車場なんか多分違いますよね。一応、三重県最南端ですね。JR 東海の多分一番南でもあるのかな。新宮に行くともう JR 西日本のね、管轄駅ですからね。まあ、こんな感じですよ、という感じですね。まあ、列車もまだまだ来ないでしょうし。あ、でも結構、駅前綺麗ですね。電車置き場も駐輪場もわざわざ、だんだんで置けるようなあれになってるんですね。ぐちゃぐちゃになる、パテでね、バタバタ倒れやんようやね。一応駅前に、ちょろちょろとどさんことか、ラーメン屋さんとかあるんですね。で、駅出てすぐのところに、パン屋さんとかあるんですね。で、この辺りは主婦の店が多いですよね。よいしょ。ちなみに価格は、どうでしょう、この価格で。なるべくね、ナンバーが映らないようにね。よいしょ。ね、まるで助手席でこう乗というような感じになりませんかね。問題は私の声が拾えるかどうかなんですけど、これまたね、完全に対角線上にありますかね、私の。運転席のね、向いてる方向も真逆ですからね、音を拾うのかどうかですけど。
まあ、ここからまたちょっとチラリチラリと戻ってきますけど、で、通常でしたらね、まあいろいろとルートを変えてね、楽しむところではあるんですけど、まあ今回はね、バスも新宮駅前に行くやつがメインなんですね。あら、ある意味、ボールが倒れちゃってる。やっぱ風は結構強いですよね、こっちは。で、上に、国道のね、バイパスですね。この高架の上からスーッと行くとね、新宮の方に入りやすいということで、そのまま大橋の方を渡れます。特に大型車はね、そっちの橋じゃないと渡れませんからね。橋が面白いんですよね。後からかけた大きい橋と、その横に昔の橋が残ってて、昔の橋は今でも一方通行でね、普通車のみ、通れますよってことで。普通車とか、あとは、自転車とかも通れるのかな。で、そう。とりあえずね、秋田駅でしたっけ？足立駅でしたっけ？ちょっと名前忘れましたけどね。その駅のところはね、道の駅も兼ねてるんでね、多分車がね、止めやすいと思うんでね、ちょっとそこ止めてね、ついでに、まあこっちの名産ちょろっと食べてね、行こうかなと思いますけど、ただあそこはね、結構混むと思いますんでね、あんまり混んでるようやったらちょっと、割愛します。一応3密を避けないといけませんからね。海水浴のね、人とかが確かね、結構多いはずなんですよ。もう目の前が浜辺なんでね、駅の。あ、それじゃなくてもあるか。あ、もう一個あるな。紀宝町ウミガメ公園っていうね、ウミガメが有名なんですよね、こんなって。ウミガメの産卵地になってるよっていうことでね。なんかテレビとかで見たことありませんかね、ウミガメさんがね、夜中にワッシュワッシュってやってきて、ね、海辺の浜のところに卵をね、ポコポコって産んで、土かぶせてね、ワッシュワッシュと、また海に戻っていくっていう図ね、なんか見たことありませんかね、なんか、浦島太郎のね、に出てきそうなね、感じのね、ウミガメさんがね、こう、産卵しに来るっていう、まあ、そのね、浜の一つが、この、あたり、紀宝町なんですよね。映ってるかな。紀宝町っていうとやっぱウミガメっていうことなんですね。よいしょ。ここも面白いですよね。この辺りはね、伊田舞子っていう地名なんですけど、めちゃくちゃ地名表がね、めちゃくちゃあれですよ。わ、混んでるな。わあ、混んでるな。まあ、めちゃくちゃ。わあ、止めれないかな。CRZ やん。いや、ちょっと降りてきましょうか。この価格は価格で良さそうですね。とりあえずね、寄ってきましたよってことでね。ガンガン。ちょっとお食事どころも閉まっておったんでね、早めの夕食というのはね、やめとこうかなと思ったんだけど、それはそれでね、またね、ちょっと、ええもの売ってましたんでね、買ってきましたということでね。まあ、とりあえず、ね、まあね、今回三重県特集ですからね、もう徹底的にね、三重県のものを紹介しようってことでね、やってるわけなんですけどね。こんなのが売ってるんですね。ああ、逆光すごいなぁ。見えやんなぁ。お、あった。これね、ジャバラウォーターってなってますよ。これね、ジャバラっていうね、和歌山県に唯一ある有名なね、全国で唯一の飛び地の村っていうので有名な北山村っていうところがありましてね。そうです。北山ですよね。そう。北山村のところにね、で、自生しているね、謎のみかん、ジャバラっていう固有種らしいですけどね。っていうのがあって、これがね、結構独特の味でね、酸味がすごくてね、ジャバラバルっていうね、ちょっと古い写真あるかな、こんな感じで。こういうね、缶の飲み物とかもあって、これもね、美味しくてね、私大好きなんですけどね。ま、これね、あくまでも、噂ではあるんですけど、花粉症に非常に効くっていうのでね、結構話題になってるジャバラっていうやつがね、いうのがありますと。いうことで、その辺のドリンク買ってきまして、ちょっと飲んでみましょうね。ジャバラ、ジャバラ丸の方はもう相当強いので、これは多分ちょっと薄まってるんじゃないかな、どうかな。
うん。ね、でも、すっきり。めちゃくちゃすっきりした。なんかね、本当にね、ライムと、みかんの合いの子みたいな、みかんをもっと酸きつくしたような感じのね、やつ、ジャバラマルの方がね、結構飲んだ瞬間にゴーってくるね、やつが、ね、こっちの方のがだいぶマイルドですね。飲みやすいのはこっちかもしれません。フルーティーさをより求めるなら、ジャバラマルの方がいいかもしれませんね。これ210、いくらやったかな。税別で、これ内税だ。税込みで216円のことですね。いいですね。うん。で、もう一個ね、うん。ね、ってことでね、三重まで来てね、何和歌山のものを紹介してるんだって言われますよね。ちゃんとね、この後用意してますよ。ね、ってことでね、次にご紹介するのがね、これね、柿の葉寿司。全然光って見えませんね。あ、見えてきた。はい、柿の葉寿司ですね。おめえ何言っとるんやと。ね、柿の葉寿司といえばね、奈良の名産やないか、おめえ。ね、和歌山のやつ紹介して、今度何をめ、ね、奈良のやつ紹介してもいいやって、こんなとこまで来てっていうところなんですよ。これね、実はね、ちょっといろんなからくりがありましてね、実はね、和歌山って柿の葉寿司の名産なんですよね。名所なんですよ。これ本当にね、なかなか知られてないんですけどね、もともとは実は柿の葉寿司を作ってたのって、和歌山なんですよね。で、これね、ちょうどね、これ玉屋さんってなってますよね。あー、また、あ、ごめん、時間かな。これね、玉屋さん。確かね、ちょっと私のね、記憶違いでなければね、この動画でね、初期の動画、それこそちらっと先の動画で言ってますけど、一番初期の、最初の多分旅動画じゃないかな。亀山から新宮にね、行くっていう動画があって。その動画の中でね、梅干しソフトっていうの食べてるんですよね。そのね、梅干しソフト売ってるのが確かこの玉屋さんやったはずです。ちょっと後でまた書いてから、あ、今わかるかな。それならあったんでね、Facebook で、とかでね、ちょっと。すごいな、これね。ぶらりぶらりとしてね、ふらりとね、時間がね、過ぎてしまうこともあるんでね、ほら、そんなこと言うとった。何これ。梅ソフトクリーム梅ソフトクリームこの寒い時期を限定で作ったような、まあね、紀州といえばね、南高梅を、ね、梅干し、梅ですからね、気になるやん。柿の葉寿司はね、もういい。宿場のっていうのは、どっちかというと、奈良の方のイメージも強いですけどね。柿の葉寿司もあるらしいです。あ、でも、はっといて、駅弁みたいに食べるのもありですね。うん。あれいいんですよね。よく私は、あそこで買いますけどね。八幡神宮の方でね、近鉄の、あそこで売ってるもんでね、ますけど、さあ、せっかく。うん。な、色から、確かに色がね、濃かったんでね、うん、そうかなと思ってましたけど、これはなかなかに梅干しですね。でですね、柿の葉寿司言ってたじゃないですか。で、まあ、柿の葉寿司も、用意させてもらいました。買ってきましたし、ちょっと今、手が全部塞がってるんで、映ってないですけど、うん、買ってきました。で、でも柿の葉寿司って言うとね、やっぱし、奈良のイメージがあるんですけど、こっちの方もあるんですね、って話するとか、あ、そうなんですよ、って。というのは、もともと、で、柿の葉寿司自体は実は、和歌山県の橋本市の方がなんか発祥らしいんですね。私も知りませんでした、そのあたりは。ね、で、うまいな、これ。ほんで、柿の葉寿司は、橋本の方から出汁。で、そっちの方から湯は柿を食べて、皮を下ってですね、商人さんとかですね、こう、木の、材木とかですね、熊野の山から取れる材木をですね、下流の方に流すと、いうのが一つの、産業の、機関だったわけですね、紀州の方では。で、その時にそういうの、業者さんが、持て運ぶのに、食べたいおった人のが広まっとるのが、かけの葉寿司なんで、どっちかというと発祥でやはり、なんでこれも、実は、結構和歌山の方なんですよっていう。まあ、こういうなんか、なるんやと。すいませんでした。うん。ということで、発祥のね、こちらからちょっと言うね、この、柿の葉寿司。ここはね、全部ね、手作りでね、一個一個やってるみたいですね。
あら？え？え？ワンちゃん？え？どったの？どったの？どったの？おおおお？え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 ？何？どうしたんこのばあちゃん。え？え？特に散歩って感じでもないけどな。散歩なんだよ。え？ね、え？おー、びっくりした。びっくりした。やっぱ歩くもんですね。うん。わー、これね、バスに乗ってたら、これはちょっと送りませんからね。わー。あのワンちゃんって、あそこのお宅のワンちゃんのやつ。え？ワンちゃんが、なんか、一人歩きしとるんやけど。多分そこの家のワンちゃんだと思う。そうだよね。ああ、びっくりした、びっくりした。いきなり、子供わーってワンちゃん歩いてきたら何かなと思って。勝手にな、どこ。あ、こんにちは。あ。ちゃんにワンちゃん来たら、来たら。今ね。ワンちゃんっていつも出てはるんです？あ、わかんない、いません。あ、あ、通りかかりか。みんなそうやな。ワンちゃんがな、フラッと撮ったらな、みんな気になるもんね。いいね、かわしたい。うん。あ、それ中国のかな。あ、こんにちは。ニハオ。あ、すいません。ねえ。朝もほん。残念、私より遠くの人やったね。はい。はいよ、ってことでやってきましたよ。道の駅ね、あれですけど、ここがね、道の駅パーク、七里見浜ってことでね、結構ね、分かれてるんですよ。こっちの方になんか、いろいろ売店もあれば、こっちの方にもこっちの方でも、こんな感じでね。こっちはこっちで、まあ、旅行案内、観光案内とかね、やってるところになってるのかな。これは後から作ったんでしょうね。前来たとき、こんなんあったっけな。あ、お手洗いとかもこっちにあるんで。こっちはこっちですね。で、ちょっと三脚所なんかもチラッとあって。で、まあ、売店としては多分ね、こっちの方がでかいはずです。まあ、飲食店なんかも、ここは、ちょっと今の時間は営業やってないのかな。浜街道飲食店ってなってますけど。で、また17時半からさ営業再開するみたいですね。あ、じゃなくて、ずっと、あれか、臨時休業になってんだ。ここはまだずっとみたいですね。そうか、そうか。まあ、こっちはね、みかんが有名ってことで、ね、まあ、さっきジャバラ紹介しましたけどね、あれ、北山村のやつで、まあ、こっちはオーソドックスなみかんですよ。こっちの方、ほぼ年中みかんが取れるんですよね。温暖な気候ですから。あのところに、ジュース工場なんかもあるんですね。知らんかった。ちょっと中見ていこうかな。駐車場の方のね、なんとね、情報、登録情報なんかも出てますね。これいろいろあるな。はい、ということでね。まあ、売ってるのはね、やっぱりみかんがメインでね、いろいろと売っておってとかですけど、面白い構造ですよね。道の駅ですけど、この奥、そのまま奥に大桑が入っておるっていうね。あれ、大桑さんと俺別やと思ってたら、中で一緒に繋がってるんですね。で、あとは特徴としてはこういっか。こんな感じでね、そのままね、橋渡ってくると、渡れる橋があって。だいぶね、香りはもう大きいし、その風になってますよね。まあ、それもそのはずでね。もうこっち側が、その、三浜ってね、名前のね、三浜の名前にもなってますね。浜がね、
あるわけ。七里御浜は確か、あの、浜がすごくずらーって長くあるんですよね。七里ね、昔の長さの単位で。で、七里分ぐらいあるってことで、このままね、ここで国道を渡って、42号渡ってね、こっち側の方に抜けれますよっていう。もうさすがにこの時間ですと、あまり人いませんけどね。風はすごいな。こんな感じで渡ってね。うお。で、浜の方にそのまま出れますよ。まあ今日はもう浜の方は寄りませんけどね。こんな感じで。やっぱ、海はまあまあありますからね。海水浴するにはちょっと結構外海なんでね、やっぱ気をつけないといけませんよと。いうところありますけどね。そう。で、面白いのが、ここから見ると面白いのが、ここなんですよね。ねえ。で、これが、で、先から映してます。道の駅のね、パーク、道の駅パーク、七里御浜ですよね。で、もうここですって見るとね、ここにね、もう鉄道の駅があるんですよね。これが、鉄道の駅で、これが、JR の、紀勢本線の、熱波駅ですかね。なるわけですね。ちょっと見ていきましょうか。せっかくこっちも行きましたからね。ね、地元のタクシー屋さんもあって、あ、でもジャパンタクシー入ってますね。まあ、だいぶ西日が強いんでね。見にくくなってますけど。なんかちょっとここだけ渡るの気を入れてと。するとですね、昔は多分商店があったんでしょうね。すごいですね。ハンバーガーって昔ありましたね、こういうのよく。考えたら250円とかで売ってたんですね。最古の方でも250円とかだったので、まあ、ね、お得だったんですよね。面白いですね。ね、結構時代を感じる構造ですね。あ、こんなところ、ここって2号ポストあったんだ。これがね、あ、ここは、逆から書いてある、熱波駅でよかったよな、読み方。あ、ここに書いてありますね。そうですね、熱波駅。まあですね、構内入るとね、あんまりですから。まあ、一面二線のね、ザって感じの、非電化のね、路線の感じの駅ですけど。まあ、無人駅になってます、当然ね。まあ、本数もね、一緒ですよね。あの、うどんの駅とは変わりません。全く一緒ですね。よいしょ。で、まあ、ここら辺だと、どうなんだろう。熊野市出た方が安いかな。新宮240円で、熊野市240円。ちょうど真ん中なんですね。ああ。まあ、そういうところです。まあ、面白いですよね。もう本当に、駅の真ん前から、道の駅があって、そのまま、観光名所の浜に繋がるというね、構造です。で、これ、2号ポストこんなところにあったんですね。一回ポストの特徴もやってみたいんですよね。こいつね、2号ポストと言います。ちょっとね、口のとこがこいつちょっと壊れちゃってますけどね。本当はこれがね、上にこう、ああ、上がった上がった。ね、こういう風になってまして。面白いですよ。普通ポストって上に、こう、パカン、パカンって開くんですよね。2号ポストってこうやって、ちょこんって、下の方に押さしてね、入っていくような形になってるっていうのがね、面白い。で、めちゃくちゃコーチンマイトしてますよね。もう、本当今のレターパックなんか当然ね、全然入らないサイズなんですけど、これがね、昔は結構作られてて、1号っていうのがあの、有名なね、あの、丸が、ポストのやつで。で、角型とかいろいろ、1号はいろいろあるんですけど、2号はね、もうこいつしかないです。このね、ちっちゃいやつで。これ、いつは進化系とか特に出なかったんですよね。これの代わりにも、レターパック対応のね、あの、今や15号とかになってるのかな。うん。その前に第7号とかが、一応これの置き換えみたいな感じでちっちゃいのがね、あるんですけど、ね。まあ、全部、あの、柱がついてね、こう、上に出たやつで。こういうふうにね、横にね、引っ掛ける足がないやつってね、ポストってね、2号と5号だけなんですけど、5号っていうのはもう本当に、今、現存してるのが全国で1箇所しかないというね、やつで。まあ、それはね、愛知県にあるんでね、ぜひね、一回ね、取りたいところなんですけどね、一回行ったことはあるんでね、場所は分かってるんですけどね、ね、いかんせん、県外出れませんからね。まあ、そんな感じ、2号ポスト。まあ、そんなところですね。あ、そっちから、入れるな。で、ちょっと、飲み物がなんか買って、あ、バスも。バスはどこに来るんだ、これ。井田舞子。ああ。じゃあ、南の方に行くんだな。駅前にあれですね。そういや、ロータリーがあるわけではなく。この辺りに、駅があるのかな。あ、ここがもうバス停兼ねてるのか。
七里見浜のこの道の駅が多分バス停兼ねてるはずですね。ちょっと暑さも和らいできたかな。30度は超えてるかもしれませんけどね。手打ちそば出雲。こっちからね、またショッピングセンターの方に戻れますからね。あ、そこだ。ここがね、熱海駅の最寄りのバス停ってことになりますね。よいしょ。これですね。先走ってたのはこっちですね。福祉バスの方ですよね。こんな感じで、一応あざわざぐるっと回って、今のやつは、住宅地とかあるんですね。関ヶ原で、書いてないな。で、これが、あ、あれか。高速バスも一応ここから出てるんですね。あ、これ、池袋とかまで一発で行けるんだ。これ便利ですね。へぇ。まあしばらくやっぱ運休みたいですけどね。あれでもさっきのやつって、乗ってないな。一木舞子行きってなってましたけどね。これとはまた別なのかな。わかんねえな。さあ、とりあえずちょっと飯かなんか買ってこう。よし。へいよってことで買ってきましたけどね。何しようかなと思ったんですけどね。もし、言うとったらね、さっき柿の葉寿司食べましたけど、まあもう一つ名産としてね、この辺りで有名なのがサンマ寿司。実はサンマの名産なんですよね、太平洋って。ということで結構取れるんです。まあ今年は不要みたいですけど、本当にすごく。ただね、ちゃんと押し寿司ありました。言ってましたんで買ってきました。これね、キッチン千秋さんってところのサンマってこれね、紀宝町で作ってるらしいです。ですんで、まあ、さっき言った、道の駅の方のが近いんですけど、あそこでも売っとったかな、もしかしたら。南室郡。これでね、読みますかね。南室郡紀宝町って読みます。これ、室っていう字なかなか難しいですよね。こっちのあたりの方に来るので、ね、東、北室郡、東室郡とかね、室っていうね、地名がよく出てきますけど。で、これね、560円。これでも十分お得なんですけどね、560円ですか。なんとね、今ね、ちょうどね、もうすぐ閉店ということでね、半額になりましたもんでね、ラッキーということでね、半額のね、いくら ?280円か。買うことができました。やったーってことですね。じゃあもうせっかくね、買わせていただきましょう。で、追加にね、デザートでも買おうかなと思ったら面白いものってたんですよね。見てください、これ。じゃーん、ね。すごいちっちゃい手乗りスイカって言いたいんですけど、これね、品目を見たらね、メロンになってるんですかね。これどっちなんやろって。見た目めちゃくちゃスイカじゃないですか。ねえ。ねえ、もうこれ、メロンってなってるんですよね。どうなんや。中身はさ、ね、どっちなのか、赤かったらスイカやんけっていうところですしね。まあまあまあ、ウォーターメロンじゃウォーターメロンですからね。なんともね、難しいところではありますけど、これすごく気になるんでね、買ってしまいました。しかも100円ですからね。いいじゃないですか。これからのね、この一人暮らし人間ね、我々のような一人暮らしの人間にはね、ありがたい手のひらサイズでございますよ。これね、ちょっと、まあちょっとこれはね、デザートで、今これのね、食後のデザートって言いましたけど、さすがにね、ここで割ってとかできませんからね、家で冷やしてね、ちょっと改めてね、お食事動画ね、出したいと思いますので、よろしくお願いします。よいしょ。これは、じゃあ買ったやつはね、ところに。ついでにね、これは、どこだ？熊野寄った時に、イオンに先に寄った時にね、さすがに何も買わんとね、SD カード売ってなかったりっていう、ね、出てくるのもあれやと思うとね。まあ、こっち来たらね、やっぱ買いたくなるのこれなんですよね。どん兵衛とね、赤いキツネ買いまして、これなんでかって言ったらね、赤いキツネ、どん兵衛だとね、ちょっとわかりにくいかもしれませんけどね、赤いキツネ見るとわかりやすいですよね。はい、勝てません、関西限定。そうなんですよね。流通がね、西日本に変わるんでね、このあたり、熊野とかに来ると、これ買います。あとは伊賀の方行ってもね、買えます。伊賀とか名張の方行ったらね、バリバリも西のね、どん兵衛になりますんで、三重県ちょうどね、西と東がね、どっち問題ってのがありますけど、じゃあどん兵衛もどっちも買えるっていうね、そう、これ、どん兵衛は分かりにくいんですけどね。これね、ちゃんと西日本のはずです。あ、もう16時40分。これは、もうあれですね。たまたまなんですけどね。こういう時ラッキーなのがね。橋左利きだとね、右に置いて、このまま、食べれるんですよね。よいしょ。しまった。ゴミ袋。
出してしまった。うん、袋もらったきゃよかったな。で、私、左利きな左手で持つ。そうすると、これ食べやすいんですよね。実はね、これがね、右利きやとこうやって持ってこうやられてきましたから、大変ですけど、いや、端っこの大きいところですけどね、こんな感じで。うん。うん。美味しいですね。あの、水が効いてますね。へぇ。こんな風に柚子効かしとるのと初めて食べたな。やっぱ、お魚美味しいですね、こっちは。こういう風に押し寿司になっててね。まあ、西に来ると押し寿司が多くないっていうね、バッテラなんて言いますね、お魚に。うん。じゃあね、まあ、食べながら。一応、西の端は目指しときましょう。何駅でしたっけ？鴨駅ですね。ここもまた行ったところに何もないところですけどね。うん。国道167号線やから、これね、まあまあ大変なんですよね。まあ、ちょっと後でキャプチャー画像出しますけどね。駅がね、ここでね、よいしょ。あの、赤い。バルーンの立つところですね。で、まあ、ずっと見るとこれ、ね、国道260号線とかがね、走ってるわけなんですけどね、こんな感じで。なんていうの、そうやって出したらいいかな。こんな感じでね。星マークのあるところら辺まで、まあ、ずっと行きますよと。で、紀伊長島のあたりなんですけど。で、そこから、こう、42号線で北の方に上がっていくんじゃなくて、さっきはこれの沿いに走っとる、規制道を使ってきたんですけどね。うん。いや、国道があるから、これで行ったらいいじゃないかってね、パッと思うかもしれませんけど、これがなかなか厄介でね。見てください。この国道ね、なんとね、これでわかるかな。よいしょ。なんとね、物体切れてるんですよね。これですね。しかもね、相当ね、酷な道だったはずなんですよ、260号って。下手したらこの車じゃ通れるのかなっていうぐらいに、酷な道なんで。これ行くの大変だなぁ。場合によっちゃ、鳥羽まで、下にパールロードとか使って、抜けた方が早いとは思いますけどね。これはなかなか大変なところですね。考えてみたら。ちょっと先行待ってないだにというか、おばくばくしながら、うん、美味しくいただいこうと思います。行けるなら県道16号線っていうのがあるけど、この辺りの山道怖いんだよな。やばそうやったら大回りしてても引き返しましょう。三密の問題はないと思いますけどね、これやったら。よいしょ。カメラの向きを、ぐるっと変えて。ではね、出発再開したいと思いますよ。よいしょ。これぐらいの角度で見れるかな。このセルフ、めちゃくちゃ安いですね。115円。115円 ?125 円の間違いじゃなくてと。そう。さっきもね、行きしなね、通ってきてますが、うどんに向かったと。あの時にもね、ああと思ってて、今、そうだと思ってね、直しましたけどね、そこの前のところ。まあ、やっぱしいろいろ出てきますから、回しましょう。どうせ、ね、128ギガのやつ買いましたからね、だいぶ余裕もありますね。さあ、熊野市です。サントリーさん入ってるのかな？熊野ですよ。まあでもこっから遠いんですよね。尾瀬ぐらいまでだったらね、頑張ろうっていう気になるんですけどね。
ぱ島だもんな。だって、さっきのところ、ね、もう紀伊の国ですからね。紀伊の国から、伊勢の国に入るか、一回。ね、入って、南伊勢町とかのあたりは伊勢の国のはずですからね。で、そっから島の国ですよ。昔の律令国の国で言ったら、三つの国またぎますからね、しれっと。うん。いや、三重県広いわ。広いというか長いですよね。うん。でこの辺りはドラッグはセイムスの独壇場なんですね。行くところ行くところ、全部セイムスですね。結局あそこで買っちゃいました、これ。コーナーでね。うん。多分三重県最大館のホームセンターじゃないですか、あれね。シワカマルがあって、ここにも怪しい、怪しいって言ったらあかんが、シェフのやつがありますけど、いくらだろう。ここは、あ、ちょうど隠れてますけど、119円。まあ、全部安いですけどね。うん。四日市で、ね、四日市って基本的に相場安い方ですけど、ねえ、産直ですからね、いかんせん。うん、生成して、その場で売ってますからね。石油の産直ってなんないやったら話ですけど、実際ではタンクがチタの方にあるんで、チタの方の方が安かったりするらしいですけど。で、で、そう、あっちの方で今125円ぐらいかな、相場、セルフで。個人とはいえ、すごい安いですよね。コスモが出てきた。ここのコスモいくら？あ、データが出てない。フルサービスのお店みたいですけどね、データが出てない。一つ誤算だったのは、今ね、一瞬止まってる間にね、このカメラをし直しとったんですけど、結果的にね、寿司を、お寿司を食べるタイミングがね、なんかなってるの。5時か？ 5 時ですね。熊、花の湯。あ、この辺りは前編部ね、何でもかでも世界遺産ついてますからね。言い方がいかない？あれですね。とにかく熊の行動ですからね、全般が世界遺産になってますんでね。まあ、なかなかこれは管理も大変だとは思いますけどね。ですから、その熊野古道に関するやつは全部にとりあえず世界遺産になられるというのはね、これはこの辺りの世界遺産の中でもちょっと独特ですよね。干物屋さんなんていうのもあるんですね。でこの辺りは岩がね、こう、むき出しになってるのは面白いですね。写真写ってないかな。獅子岩なってます。あ、止まった。今の天気。すごいちっちゃいコーラの自販機が。ここ前ちっちゃい自販機もなくなりましたよね。うん。普通のお弁当も美味しいんですけどね。うん。なかなかこの、浜すぐ横にいろんな商店があるのが面白いですね、この辺り。もう海水浴の人も一段落して帰ってますよね、この時間だと。伊達船とかあるんだ。この辺りは本当に、もともと道路の便がね、悪い点で、これが鬼ヶ城ですね。そう。比較的渡し船、新宮とかに行くのに、船で、なんか、行くような文化を多かったのかな。結構川下りとかもね、あって、まあ、北山村がね、和歌山県の飛び地ですけど、なんであんなわざわざ飛び地の和歌山県になったかって言ったら、要は、川で下って、新宮と交流が多かったんで、その名残で、まあ、あの辺り一帯が紀州、昔は全部紀州だったんで問題なかったんですけど、紀伊の国ね。
あっちが熊野とか三重県になるってなったんで、で、ああ、結局川でずっと繋がっとる兼ね合いで、新宮との方の工場が多いから、ここはちょっと、和歌山県にしとこうかっていうような感じの流れらしいですね。飛び地がうまいた理由は。前に北山村いた時に、なんか、書いてありました。なんかね、村の道の駅やったかな、温泉施設とかがいろいろ入ってるところになってましてね。そこ寄った時に、ね、書いてありましたよ。いろいろ。どうしてこんな飛び地があるのっていうね。熊の大和瀬道路のとこか。とりあえず大和瀬まではこれ連れ抜けた方が早いですからね。大和瀬までには繋がってませんけど。あ、水が、もう川が入ってるんですね。茶柚子の香りが強いわけだ。うん。これはいいわ。旅のお供にいいわ、ほんとに。バッキャラ。バッキャラハイビームで来やがった。いうトンネルね、最高、ね、ハイビームで来られると、目来ますよね。ロキオないですからね。来ました、熊のアタシカ。これ、アタシカってのも、変わった地名ですよね。新しい鹿って書いてね。あ、駅もありますよね、アタシカ駅って、ね。さあ。三山。一応、メモリー自体はあと14時間取れるらしいから、まあ大丈夫でしょう。もう、それ、工事やってるのか。その兼ね合いで、50キロ制限下がってるらしいですね、今、この辺り。もう、ちょっと気をつけていきましょう。決まり気味な気もするけど、ここは30制限なんだ。ここ30なんだ、早いな。まあまあまあ急ですもんね。これだいぶ減速しないと逆しなくないですよね。ここは、左折はそのままスッと入れるんですよね。便利な交換ですね。これが、道がね、ズドンとつながると、大瀬の市街地をね、パスして、そのまま北の方に進めるんで、だいぶ速くなると思いますよね。トンネルで多分中もズドーンとね、突っ切るはずですからね。そのための工事車両かな。さあ、まあ、茎の方を降りていっても仕方ないんで、今日はこのまま忘れていきましょう。茎にも確か駅があるんですよね。ここの、その、鬼の駅ですね。ここのファミリーマートはソフトクリーム、大内山牛のソフトクリーム売ってるんですね。この辺りやっぱ大内山強いですからね。まあ、三重県も強いですけど、やっぱ、ややこの中西南西って呼ばれるようなね、中南西からの、東紀伊。で、大瀬の町も独特ですよね、結構。海と、やっぱ山が近いですからね。で、大瀬はここを越えたところにイオンやったかな。大瀬のイオンも相当古いですからね。うん、大瀬になってくるとちょっと三重色強くなりますけどね。いや、まあ、今おるところ全部三重なんですけどね、うん。やっぱそうですね、ここで138円ですもんね。やっぱさっきの115円は異常に安いですよね。エネオスのセルフで138円ですから。おっ、タイヤ、ウェイがありますね。は大阪ラーメン。大阪ラーメン、麺天章って書いてあるんですね。
天津麺、あんかけラーメン、スタミナラーメン、ちゃんぽん。ね、横はラーメンハウス。お好み焼きとラーメン、かき氷。まあ、詰め込みましたね。川瀬高校の前で、この辺りから主婦の、あ、そうか、先に主婦の店があるわ、ね、主婦の店があって、回転寿司を合わせる、すごいですね。キングカンポは、まあ、三重県が地盤ですけど、まあ、シングルもありますしね、愛知にも名古屋にもありますね。結構でかいところですね。あの、オールナイトの取材でね、いろんな、ライターさんが来るのでね、有名なところと言っても、言ったら、パチンコ業界の人なら、あーってなるのかな。うん。で、あの、奥に見えてるのがイオンですね。白いんでなかなかわかりにくいですけどね、このイオンも、なんか、ちゃんと透かしてみたら、ジャスコの面影見つけれそうですけどね。まあまあ、ボロボロでしょ。あ、でも、ここで一回休んどかんと、何もないかな。ちょっと、素焼けの一杯でも食べて、休みましょうかね。うん。なかなか、大瀬のイオンをね、来れる機会ないですし、この辺りもね、いつまでも持つものかっていう感じの、空気もありますからね。これ、言っていきましょう。ありますかね、これ。レトロか。ちょっとこの価格だと分かりにくいかな。このまま屋上の中心は。え、シンプル。シャープ。というわけでね、やってきました。ここがね、イオン大和瀬店、三重県大和瀬市ですね。あ、ここからだ、一発のとこか。でね、やってきました。ここがね、イオン大和瀬店、三重県大和瀬市ですね。あ、ここからだ、一発のとこか。こんな感じでね、ここもやっぱ近いですよね。あの、屋上の看板がこういう風に近いのが面白いですけど。なんか探せば、ジャスコの面影探せれ、ちょっと J のマークの輪郭が見えますよね。昔のあの、くるんってしとった J のマークのね。上の方見ると、ちょっとジャスコであの、SC のね、あの、S と C のマークがこう、くるんってね、交わっとったあのマークっぽいのもちらっと見えるかなっていう気はしますけどね。何より面白いのがイオンの看板ですけど、白いってのが面白いですよね、ここの大和瀬は。とりあえず、中入っていこうかな。よいしょ。はい、ってことで、ね、スマホの方に戻してね、戻してとかスマホにして、撮ってます。これ、大和瀬のね、イオンです。三重県大和瀬市のイオン、大和瀬店ってことでね、こっち側にも入り口があったけど、まあ、ザ、ね、昔ながらのジャ、もうジャスコって ね、言いたくなるような感じなんですよね。ちなみにね、海にも近いんですけど、こっから見えるかな。こっからだとちょっと、ああ、見えますよね、海。あんな感じでね。まあ、ちょっと港までも、まあまあ結構近いって。で、こんな感じで中に入ってもう、あ、でも、時勢ですね。こういうふうにね。ですね。よいしょ。はい。よいしょよいしょ。ね、借りして。え、バリアフリーになってんだ、ここ。ショッピングカートこのままずっと押してこれるんだ。知らなかった。いつもあっちの奥の入り口から使っとったのか。こっち便利ですね。そりゃみんなこっち使うわけだ。歩きやすいしですね。昔こういう構造なんか大英だったな。面白いな。ちょっと天井は低いですけどね。そこはね、これ42号線ですもんね。どうかな。で、こんな感じで売り分かりますよ。ね。便利ですね。
これ逆光でわかりにくいですけどね、これね、イオンでね、すぐ横にね、ダイソーあるんですけどね、面白いのはイオンの中にはイオンの中にワットさん入ってるんですね、100均の。ついでにやっぱスガキ屋とかは入ってなかったですね、残念。昔ながらな。またレトロな、やつとか置いてありますね。わあ、ねえ、めっちゃレトロな。すごい。こんな、夜の8時までやってるみたいですね。それ、上に確かプリクラとかは置いてありましたけどね。へえ。そっからも上に入れるんですね。こんなとこに階段あったんだ。あれ、リサイクル製だとそこだけ新しいですね。こんな感じなんですね。はい、ということでね、買ってきましたけどね。やっぱしね、スガキ屋かなんか入ってる服だかなと思ったら入ってなかったんですよね。確かね、今言ったら、先にちらっと撮ってますけど、ここね、目の前にダイソーがあって、で、この中にも、ワッツさんという、100均が入っておっててね、高騰なんですけど、確かね、ワッツさんが入っとったところに昔は飲食店があったんじゃなかったかなっていうのが私の、うっすらとした記憶ですけどね、そんなにね、よく来る場所でもないんで、さすがに。ってことでね、まあ何かできたかというと、まあ本当に日常してるやつなんですけどね。車用のレジ袋ね、ゴミ袋用のね、レジ袋。昔はね、もうコンビニのやつをね、ちょいちょいとね、ちっちゃいのね、ちょいちょいってかけてやってたけど、もう有料になっちゃってからね、買わなくなっちゃったんですけど、まあこれやったらね、ね、コスパ的にどうなのかなと思うんですけど、これ100枚入りで100円ですからね。やったらまあ、コンビニでもらうと3円とかかかりますからね。それやったら、こっちの方がね、3分の1くらいで済むから。まあ、ちっちゃいですけど、車用逆にちっちゃいのでいいんでね。そう。大きな、丸っとあげてね、入りたいんです。で、サイズは、本当にだいぶ小さめですけどね。こんな感じでね。よいしょ。これは、車の中入れといて、よいしょ。程度ここのダッシュボードにも入りやすいですね。よいしょ。ワンサイズ大きいの買うとね、意外とギリギリ入らなくて、折りたたまないといけなかったりとかね、あるんで、そうそう、これ、こんなもんです。よいしょ。ちょっとゴミしまっとくだけですからね。よし、これで解決。で、あとはね、ちょっとね、中の仕分けとかに使うね、やつ。ちょうどね、なんか、普段使ってるのと違う色のね、私、こういう色好きなんです。ミントブルーって言ったね、ミントグリーンっていうのかな。実はね、こういう色、愛大式なんでね、ちょうどいい色合いのやつが英語サイズで、ちょうどね、英語のやつ探してたんですよね、2つ分かれてるやつをね、探してたんで、あ、ちょうどよかったってことでね。で、あとはね、ホワイトボードでちょっとちっちゃいの買ってみました。普段やるときにね、結構後ろに置いてバーってやってたら、時間見にくいとかね、ありましたんでね、こっちの方が結局見やすいかなと思って、ちょっとパッと書いてね、出したりとか。で、他のやつはね、テロップを使ったりして、ちょっと収録しようかなと思って、買ってみました。で、それ用のホワイトボードね、ちょっと、ホワイト細字のやつもね、一緒に買ってきました。まあ、こういう風にしてね、ちょっとね、形に残るものを買っていくとね、あ、こう、そういや、ね、後からこれ収録とかに使ったときに、そういや、これは結局、あそこで買ったんやなってね、おわせのイオンで買ったなとかってね、思い出しますんでね、こういうのね、こういうところで買っておくといいですよね、って。ってことで、まだまだ先長いですからね、長いんだよな、こっからが。何駅でしたっけか何駅って言ってましたっけさっき。あ、鴨駅ね。さあ、鴨駅まで。行きましょうかね。Google 先生だったらどうやって行けっていうのかな経路。あ、やっぱし有料道路使って伊勢から回ってって言いますね。こんな感じでね。はい、そうですよね。この下の方でね、ショートカットすると絶対かかる。2時間5分。まあ、多分1時間は余計にかかるぞと。で、2時今から2時間かかったら ?8 時 ?8 時の鴨駅って何すんだよ。真っ暗な鴨駅。まあ、取る人なんていないでしょうね。需要もないでしょうからね。まあ、とりあえず行ってみましょうか。
ちょうどよかった。電池がギリギリだったんで、ちょっとエンプティーになったんで、とても今のうちに電池も交換して、まあこれでフル満タンなんで大丈夫でしょう。レッツゴー。ちなみにもう一回はね、ほんと、ほぼほぼ食料品だけ。ちょっと日用品とか扱ってるコーナーも、ね、布団とかが一回戻ったかな。ですけど、基本的にはもう入り口入ったらすぐもう食品売り場があって、はいっていう感じのね。うん。下手すりゃ、今あるマックスバリューより全然、食品売り場しかないですからね。で、2階に医療品っていうね、昔ながらのジャスコって感じですね。もともとはね、やっぱ岡田屋呉服店ですからね。今、岡田屋呉服店って言って、もうね、その当時を知る人なんてのは、まあ、もういないでしょうけど。それは良い世代の人でしたらね、岡田、スーパーの岡田屋、岡田屋チェーンはね、知ってる方もいるかもしれませんけどね、それでも、もう60超え以上かな、70歳とかそれぐらいの世代になってきますもんね。うん。また、これ独特な交差点ですね。この先に、こんな感じ交差点があるんですね。びっくりするぐらい変わらない信号ですね、ここ。そういう構造か、これわかんにくい。うわぁ。いや、今ね、看板がちらっと、写真がうまいかどうか撮り撮ったら出しますけど、ね、こんな感じで。信号が青になったら交差点に行ってくださいって当たり前のことが書いてあるじゃないですか。なんのこっちゃかなと思った。わかりました。あの先、今青になってね、プーって抜けたら先にね、信号がね、あって、それ赤色になってるんですよ。って思いますけど、その赤色の停止点が、あの先に見えとった交差点の停止点らしいですね。そういう構造か、ってね。これは分かりにくいですね。あ、2時間もかけてあんなとこまで行くの。何がきついってね、この先しばらく、いつものね、お得意のパターンですね。まあ疲れたらね、まあ満喫によって資料をまとめてながらね、ちょっと休みましょうっていうね、作戦。使えないんですよね。この辺り全くね、満喫というものがね、なくてね。この作戦が使えないんですよね。これはきついですよ。でも、これぐらいの坂道でも耐えれますね、こいつ。どんぐらかしら言いませんね。あんまり綺麗な方が映ってませんけどね。よいしょ。まだ日は行ってないですからね。間違えてそのまま旧道の方走ってますね。旧道でもないですけど、国道42号線の方ね。誰もね、景色いいところですけど、こう。飛び用じゃなくて、魚飛びなんですね。ラーメン、金蔵。あの先にもちょっと面白い。ありません、ね。ここは道の駅なんだ。あ、もう、ご報告になってますね。もう時間が時間ですからね。で、崖予防の半トンネルみたいになってますよね。なんて言ったらいいの？ボンベ、ドーモンって書いてますね。ホラの門って書いて、ドーモンって、ですね、多分。で、こっから、あ、ミヤマに入れるんや。ミヤマから入ろうか。本当は大汗来たから入れるんだって。そっから入ればよかったんですけどね。
見事に間違えてこっちまで来ちゃいましたね。まあ、そこまで大きなロスではないかな。でこの辺りに高速バス乗り場になると思うんで。でかいね、バスセンターですね。銚子バス。渡って、右に曲がっていくと、また集落があるのかな。宮間の集落なのかな、これか。そういや、大汗のイオンは、昔ながらだなと思ったのが、トイレが、男子トイレが1階ないですね。2階にだけっていう構造で、男子トイレは2階にございますって書いてあるっていうね。ね、今のイオンではね、なかなか想像がつかないですけど、ね、昔のジャスが、で、どうもね、ただあそこは、昔は1階にも男子トイレがあったみたいなんで、そこをどうも、バリアフリートイレね、多目的トイレに変えたみたいで、それで、男子トイレが2階しかないよっていう構造になってるみたいですけどね。まあ、それもまた面白いですよね。で、海の山とか言って、三山、まあ、この辺りを象徴する、象徴する名前ですね。主婦のお店もあるし。海と山がね、まとなりになるって、リアス式海岸のね、典型ですからね。あまあ、今から行く先の方が典型じゃ典型か。ね、島地方の方とか、一応リアス式海岸のイメージ。この辺りもね、山と海がね、もうまとなり合わせですからね、ほぼほぼ。これで、三山インターに入れるのかな。どこにインターの入り口があるのかな。あ、結構渡ったとこが先なんですね。まだ300メートル先ってそこですね。山の方に入ってくの。ポンポンポン。消防署はここを曲がってくるんですね。あ、これ消防署だからちょっと開けとかんとかんのか。あ、奥に消防署があるんですね。結構新しいですね。宮山の消防署。建物綺麗だ。見せるかな。あとはちょっと、あれやったら Google あたりから拾ってやろうかな。まあ、とりあえずちょっと、規制道の無料区間走って、そっちの方まで出ますか。カモでしたっけ、カモ。ね。で、宮前、ここから入るの初めてですね。もう大成功ですね。うん。まあ、宮間インターって言っても無料区間なんで特に ETC も何もないですからね。そのまま入ってくるだけですね。まあ、まあ、まあ距離ありますね。温泉入ってくるわけは。なんかすごい。あっさり冷めましたって感じになってますね。すごいですね。あ、帰省温泉としてく。映ってるかな？ちょうど帰省温泉が走っていってますね。あ、地方学ってことは、新宮行きかな？うん。早め点灯でも良さそうですね。まあ、ちょうどトンネルです。ここから持ってきちゃいましょう。宮間トンネルね。よいしょ。霧中島マンボウ。なんか変わった。また、紀北の、端上テラスまで戻ってきましたね。あかりはもうこのままちょっと損ときますよ。ちょっと気温も落ち着いてきましたね。29度か。この価格いいですね。これ安いね。ね、さで、あそこ詰まってますね。42号こっちやな。どこまで行ったらいいのかな。霧長島駅の方に行かんと、まだ42号を走ってた方がいいはずなんですよね。で、途中で206号でしたっけ？あっちにね、降りてく道が。
あるはずなんですよね。あ、そう、紀伊長島町ってついつい言っちゃいますけど、ここら辺も全部紀北町になってますよね。で、ここも主婦の店。ここら辺りまでかな、主婦の店があるのは。こっから先は、もともと主婦の店の、ね、名前だったのが、1号館とかに変わってきますからね。四日市が主婦ね、地盤ですけど。この辺りもまだ紀伊長島でね、紀北もね、名前からもね、あれですよ。あ、これだ、265線。300メートル先ね。この道、暗くなってから行くの嫌なんだけどなぁ。ここに道の駅。もう閉まっちゃってますよね、この時間。もうほぼほぼ閉まっちゃってますね。で、この交差点を曲がってみた。曲がってみたら。感じですね。一瞬強いですね。一応これだったらコマの行動のあれになってるんですね。さあ、トンネル出てくる。孫太郎トンネル。すごいトンネルだな、昔ながらの。おお。こんな感じね。で、錦木、長島。この辺りが、いわゆるギリギリ外海になってくるから、まあ、島地方の南側、南伊勢の辺りもね、まあ、駒の灘の方になりますからね。うん。孫太郎ステーション。なんか、いろいろプールとかもあるみたいですね。へぇ。ここは自転車道に一応なってますけど、はぁ、自転車走りにくいでしょうね。結構、マックが来てましたね。この辺りででもマックってどこにあるのかな？紀伊長島ってマックありましたっけ？さすがにあるか、紀伊長島で。そばにはあるんですけど、島市にあったかな、まあ、だいぶ登りますね。よいしょ。265線ね。フライソこれ。おいや、フライだろ、これ。多分カメラはね、まだ明るく映ってるんじゃないかな。これ暗いぞ、おい。これで、大気帳ね。はい、大気に入りまーす。大気帳も、キーになりますよね。まあ、キーのキーになってますから。おー。いや、機械感は見えるけど、カメラには映らない。わざわざ見つけることもできない。いや。何のためにこれを撮ってるのか、もうわけわからなくなってますよね。うん。うほほほ。ね。もうこんなところ絶対、日暮れてから来たくないでしょ。もうこの時間でもめちゃくちゃ怖いですよ、これ。ねえ。どうも全くないですよね。ここのトンネルに立っちゃもはやライトついてねえぞ、おい。おい。いや。まあ、前後も車ないんでね。マイペースに走らせてもらってます。やや曇ってきましたんでね。湿度の兼ね合いかな。いや、チャリンコサイクルロードみたいに言ってますけど、これはね。これサイクルするのは相当難易度高いでしょう。ね、よし。よいしょ。一応、海側にはね、さすがちょっと、島に寄ってきたってことでね、海苔とかね、あと、アコヤガイ育てるようなね、海の田んぼみたいなやつがね、ガラガラ、ね、いっぱい、敷かれてるのが見えますよ。もうこの辺りは完全なリアス海岸のね、磯でになってますからね。よいしょ。まあ、霧が上がってますもんね。なんかすごい雲が増えてきてますよね。
すごい あんなに青空だったのに。まあ、全面展望を取るのには全く不向きになってきましたね、これ。私の価格はまだいいんですけどね。これは見にくいや。私の価格はいいんやけど、多分カメラも全然これ、ダメじゃないですか。よいしょ。とりあえずちょっとデフラスターを切りますよ。大丈夫かな、大丈夫かな。デフラスターとか相当入ってきますからね。ちょっと横がね、この部分になってますよね。プラザでも津波対策が大変そうですね。あ、コンビニもあるんだ。これは安心です。デクロスターでもダメかな。ダメっすね。多分外の湿度が相当高いんだと思います。まあ、デフロさ、聞かせ始めて、外気にしたら、すごい、ちょっとじめっとした風が、エアコンかけとっても、ちょっとじめっとした磯の香りがしてきましたからね。しょ、まあ、磯の香りがするのはいつものことですよね、この辺り。まだ見てみようかな。あ、だいぶ湿度高いな。うん。これはちょっと、山抜ける間、ワイパーとの戦いになりそうですね。あ、幸い。前後の車もないんで、ちょっとマイペースに、行けてるのがいいですね。後ろからね、つかれたりね、するたりし。前におったら前におったらいいんで、まあ、このカメラのね、編集が楽ですよね。前におらんと。で、漁港って言うとったら、もうや、この山あいですからね。わー、だいぶ雲出てきたな。これ、雲の中で霧がかるとか嫌なんだけどな、本当にちょっと、山見て。ちょっと、曇りも落ち着きましたかね。橋の方、今日こっちか。結構大掛かりな方に言ってるんですね。あれ、これ、どっち行ったんや。まだ42号になってるんでダメですね。これだと、またさっきの頃に戻っていっちゃいますからね。多分さっきの方に戻っていっちゃうんで、こっちに行かないときに。こっちが、これ、端っこみたいな感じの方が国道ですからね。言っときますけど。さっきの本線みたいにずっとなってるのはあれ、県道ですからね。いやー、だんだんこの辺りから、この国道の扱い方がだんだん分かってくるんじゃないかな。来て、南島村ですね。わー。クランが、え、これ海か。もはや、ちょっとした、渓谷みたいになってますけど、海なんですよね、この辺り。まあ、何せ、ね、入り組んでますからね。この辺りは何集落かな、ちょっとさすがに私も全然ピンとこないな。大王とはもっと先のはずですからね。よいしょ。大王とはだって、島市ですよね。違ったらごめんなさい。それだとこっちの方ではないです。岬がありますからね。灯台もありますから。うん。さあ、本格的に暗くなってきましたよ。まあ、雲も出てるんで、木もね、日の光でも余計入りにくいと。でも、日も出る時間ですからね、この辺りは。私、まあ、あれです。海釣りができるんでしょうね。まあ、ここら辺も国立公園です。あ、ここはちょっと明るいな。まあ、今のトンネルと比べると、ダントツで暗いんでしょうけど、それでも、こんだけ明かりがついてるだけで明るく感じますからね、さっきまでのトンネルと比べると。島まで55キロ。55キロちょっと待って。ちょっと待って、55キロか。ちょっと、遠くないか。裏局を。まあ、地元の人もあれですよね。まあ、親戚も集まってるし、ね。まあ、今日はちょっと、サッコーラに食べに行こうかっていうところの人も多いんでしょうね、こういった。これ、多くない。これ、歩道はありますけど。
夜中にここ歩くって言ったら、相当な肝試しになりそうですね。普段はこのカメラ置いてる下にね、時計が見えるんですけど、かさ増ししてる兼ね合いで、カメラでその隠れちゃってましてね、時間がね、ちょっとわからないという。これもちょっと、今後の改善点かな。下手したらこの時間でも最終バスかもしれませんね、この辺りは。とりあえず、なんと、高いしてしまう。まだ41キロとか出てますよ。ああ。いいのこれは。これ仮想場なの嫌ですね。こんな真っ暗なところの山の中で仮想場って言われたら、ねえ、なんか、ちょっと出そうな雰囲気が出ますよね。最近結構そういう話題多くなりますね。まあ夏ですしね、お盆ですからそういう話題がまた増えるんでしょうけど。どうなんでしょうね。私はね、ちなみにもう全く見えない人間なんですよね。そういった霊感スポットとかみたいなところね、なんかチラチラと言ったこともありますけど、全然見えたことはないですね。だから単に、順に、いや、暗すぎて危ないやろみたいなところ、これ、うわ、いや、単純に来いよなんだよ、このトンネル思わず怖くてハイビームにしましたけどね。それだって真っ暗っすよね、ここの道。いや、ハイビームにしたくなりますよね、これだけ暗いと。ハイビームにしようかな。あんまり。あら、入り組んでるんで、あんまりハイビームした話する点もあんまり意味ないのかな。微妙かな。ハイビームにするとっていうところもありますけど、うわこれはさすがにないぞ、怖い。いや。ねえ、これ、夜に来る道じゃないでしょ。これ、ちょっと霧かかってきましたしね。霊は出なくても動物出そうっすからね、これ。一回名阪国道で走っとったらね、ど真ん中にね、鹿が出てきてね、かなり焦ったことありますけどね。もうとっさに、追い越し車線の方確認したらね、追い越し車線の方車全然来てなかったんで、これ幸いにね、グイって避けましたけどね、追い越し車線も。あれは危なかった。一番危なかったのはあれかな。他にも鹿が出てきたことはちょいちょいありますけどね、名阪国道はいかんせんスピードが出ますからね、あれが一番怖かったな。40キロ制限ってなってます。40キロも出せませんよ、こんな道にも。めちゃくちゃカーブ急ですしね。いえー。お、バスは返そうか。あのトンネルバス行くの？それなりに下に降りていく集落があるみたいですね。コンビニの人とも出てきやせんからね。ねえ。もしね、東京のね、真ん中でね、ステイホームしながらね、水戸を呼ばれる方がいましたらね、いいですが、これが This is 地方ですよ。さあ。まあ、地方でも、海側ずっと走ってると、集落がポツ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 出てくるんで、いいですよね。これ山の方に入っておくと、本当に、まあ、ここも山っちゃ山なんですけどね、もう、リアス式海岸なんで。いや、これ。ここはまだ明るそう。ああ、言ってたローソン出てきた。よかった。ローソンあんだ。何このローソン。なんだこのローソンは。ん？なんかいろいろ、なんかおかしいよな。ちょっと休みがてら。休みがてら休んでいこうと思いますけど。よいしょ。
言うてね、あの道使えるんですよ。あと今どのあたりになるかもね、確認したんですけど、いやー、こんなとこローソンできてたんですね。コンビニの人と前足ねって言っとったら出ましたけど、このローソンおかしい、おかしい、おかしい。なんだこのローソンは。ああ、言ってたローソン出てきた。よかった。ローソンあんだ。なにこのローソン。なんだこのローソンは。ん？なんかいろいろ、なんかおかしいよな。はい、ってことでね、今、走ってきたんですけどね。いやいやいや、待て。今これは、紀北町なのかな？もう島市に入ってんのかな？ちょっとどこかもわかりませんけどね。いや、ローソンが出てきたらよかったよかったと思ってね、ローソンに入ろうかなと思ったんですけどね。いやー、このローソンちょっと待って、突っ込みどころ多いでしょ、これ。どういう構造これ。まあ、駐車場めちゃくちゃ、うわー、ムシッとすんな、これ。大丈夫？カメラ曇ってない？うわ。私のメガネがダメだ。カメラ大丈夫かな？メガネが、もう、曇って何も見えねえ。カメラの方は大丈夫そうですね。じゃあ今ね、ローソンの看板がね、これローソンじゃないですか。あ、比較的新しいローソンだなぁと思ってね、飲食スペースとかこんな感じで書いてあるから、あるんだなぁと思って来たんですけどな。なんすかこのローソン。いやいや、なんかコンビニ感ないですよね。いやいやいや、確かにね、ローソンってね、ローソンってなってますよ。で、確かにローソンで店舗もあるんですけど、いやいや、なんか驚かしいですよね。なんだこれ。あれかな、ガソリンさんとかスーパーかなんかだったのかな。店舗としても相当でかそうですからね。ちょっと中身見ていこうかなと思います。さてね、このね、ローソンね。まあ、ローソンですね。まあ、寄ってきましたよ、ということなんですが。いや、すごいですよ。びっくりしましたね。まあ、本当に、でかいローソンというか、バックヤード、半分以上バックヤードになってますもんね。あれね、奥にね、ずっとーんとね、店が、多分スーパーだったんでしょうね。スーパーが中だったんだと思います。それをね、もう、店舗のね、売り場面積半分ぐらいにして、奥バックヤードにしてる感じですね。すんごい広い。半分以上バックヤードになってる感じですけど。まあ、それでも、普通のコンビニと比べたら、もうベランボーに広い面積でしたからね。イートインスペースとかもね、無駄に行ってたらよくないか、とか安全取ってあります。トイレ4つありましたからね。すごいなと、思いましたけどね。何がいいってね、やっぱり、ね、こういうところで、ね、まあ、こういった地方のね、ちなみに言うと、南島店っていうのかな、言うらしいですけど。まあ、店舗自体がね、めちゃくちゃ新しいんでね、いいですけど。まあね、よく、ね、まあ、飲み物とか買ってきましたけど、ね、丼が街カフェね、店内調理のね、丼がちょうど半額になっとったら、やったーってってね、460円ですか？税込み500円ですかね、半額になっとったら250円ですよ。やったーですよ。ですし。で、思っとったらね、こういうところに来るとね、こういうことがあるんですよね。ちょっとまた後で明るいところに出しますけどね。ハンコリのグッズがね、まだ、もうあったんですね。やったーって。なんとね、しかもね、ちゃんと、ゆらさんとね、ゆうばりさんがね、残ってたんですよ。しかもね、なぜか見切り品になってね、残ってたのよ。こんなことありますね、東京都心だったらね、ね、東京とか、名古屋とかでもね、どこの店舗行ってもね、もう即売り切れになるようなね、やつなんですけど、こういったね、端っこの方に来ると、こういうことがあるんでね、いや、こういうところのローソンはね、やっぱね、たまに売らないといけないんですよ。これね、ちょうどね、買いそびれてたんでね、よかったーって、ステンレスマグですね。うん。マグカップのやつですけどね。また後でね、開封とかやりたいと思います。いや、ゆらさんね、山田さん、実はゆらさん大好きですからね。まあでも、まだレベル120いくつかですけどね。うちは一番高いのが鹿島かな。まあまあ、それはまた観光で動画でやると思いますけどね。
今日も取れ高十分ですからね、私個人的には。もういいやって。もう、なんて、鴨駅でしたっけ加賀駅でしたっけ加賀さん加賀さんだったっけ何だったっけ鴨駅かね向かってましたけど、どうでもいいかなって気がしてきてますけどね。まあ、とりあえずご飯調達したんでね、帰り、どっかでね、食うことができます。しかも、ご飯も何やかんやって、さっきも500円のやつね、夕飯ね、500円のやつをね、半額で。250円ぐらい買っててね、これも同じように、ね、250円ぐらい買ってますからね、いや。ね、意外とこういった地方を車で回るとリーズナブルに行けるんですよね。そうそうそう。これは一つ、この車で回ってる時の、メリットではありますからね。よいしょ。あとでとりあえず、シアさんには報告入れた感じに。よいしょ。それだか、プラーっつってね。普段のね、私がね、これいい、これよかったよとかってね、言ってもなかなかピンときませんけど、韓国関連はね、すぐにね、ピンときますからね。まあ、ただこれやって言われそうですけど、そんなことやってるか、お前イベント、お前イベント、まだ E4 で苦戦中ですけど、何人かっていうね、もうちょっとで終わっちゃいますからね、本当は、今週中にね、外と終わらせなあかんねんけど、そんなことやってますからね。よし。とりあえず攻めていきましょう。まあ、ただこれやって言われそうですけど、そんなことやってるか、お前イベント、お前イベント、まだ E4 で苦戦中ですけど、何人かっていうね、もうちょっとで終わっちゃいますからね、本当は、今週中にね、外と終わらせなあかんねんけど、そんなことやってますからね。よし。とりあえず攻めていきましょう。違う。道を確認してないといけないですよね。道自体は外してないはずですよ。今、なんか、ああ。道自体はね、間違えてないんですけどね、いかんせん遠いですね。こっから、まだ、まだ1時間以上はかかるのかな？もう7時半ですけどね。遠いな。あれ、伊勢に快活クラブありましたっけ？最寄りの快活クラブを調べればね。はい、もうよし。そうですね。やっぱ、伊勢まで行かんとないよな。ん？店舗改装に伴い、8月13日まで、お休みします。嘘だろ嘘だろ待って、伊勢がないと次どこだ、まさか嘘。勉強してね。で、まさかはそうだよな。あれがないですよね。鍵付き棒を起こしてないですよね。ああ、うわ、うわ、うわ、うん。ってことは、鍵付き棒を起こしてがあるところ、一番近いのが雲津寿司の、もうすでに、混雑気味になってますね。うわっかー、これは、これは安いぞ。いや、完全に伊勢のね、快活クラブでとりあえず一泊してこうかなっていう腹積もりで言いましたんでね。なんかあったっけな、あと24時間営業のカラオケ屋さんもないしね、あのあたり。とりあえず走らずしかねえか。
あ、でも、このローソンはいいローソンでした。素晴らしいローソンでした。はい。それはね、全然いいのもありません。よし。あー、しまった。いっせーだな。あれかなあかん。俺的に伊勢さんまだ解任にしてないからね。そのたたりかな。どっちにしろそう、伊勢さん解任してないから今回レベルと厳しそうなんですよね。でも、1時間走らないといけないらしいですからね。もう真っ暗ですよ。ああ、これ、他に満喫ないですもんね。ああ、個人でやってる満喫なんて多分ないですからね、このあたり。いや、まだ喫茶あるかもしれないけど、ね、24時間のところとかね、ネットカフェみたいなところはないはずです。このチームね、新しく放送されてますけどね、あ、ここの辺りは本当走りやすいな。さっきまで言うと、だいぶ道よりも道が良くなってますね。うわ、最初、びっくりした鹿か今映ってました？映った？カメラ。多分目がキラッと光っとったかなとは思いますけど。鹿さんが、歩道にいましたね。あれレプリカじゃないよな。うん。あら、工事中だ。うん、ほら、一気に明るくなった。すごい綺麗になった。まあ、この辺りは道いいですね。ずっとこのままいい道だったら、楽なんだけどなぁ。そうは問屋が下ろさないんだろうなぁ。お、直角カーブ？すごいな。メディカルセンター。さすがにクーラーの日がよくないよ。おお、すごい、すごい楽さやこれ。よし。これに入った方がいいのかな？本当に大丈夫かこの店。まだ今のところ大丈夫だけど。怖いぞ。奇襲でゆっくりしすぎましたね。いやあ、ね、やりいい旅だったんですけどね、これ、いや、怖い、怖い。まだ道幅あるでいいか？これ、道幅なくなったら嫌だな。ハイビームでこれだぞ。おい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 。これが、キーンってなりますね、ほんと。ハイビームデフォアですよね。そんだけ暗いと。トンネルあるの？情報が何も出てないですけど。まあ、さらに17キロ。一緒まで。ああ、でも、ああ、でも結構立派なトンネルですね。よし。明るくはないですけど。まあ、でも、まあまあまあ。白色ですからね。オレンジ色でも白色の方が明るさ感じますよね。まあ一応 LED に書いてあるんですね。LED 灯だ。ここは街灯ついてんだ。県道22号線。南伊勢町。まだ南伊勢町ですね。道が立ってない方ですね。まあ一応、ああ、この道だったら、ストーンと。出そうですね。道はすごい湿ってるんで、あんまり速度出しすぎると危ないですよ、こういうのね。まあでも2車線ありますからね、片側1車線確保されてますから、まだ走りやすい方の道かもしれませんね。あなたにも参考バス走ってるんですね。ちなみにこの当然ですけど、当然っていうから、この道走るのは初めてですね。はい。でも多分、国道で島の方スーッと抜けるより、こっちの方が全然多分、
走りやすいし、速いかもしれないですね。嫌な。考えてみたら私、ちょっと手前で曲がりすぎた感があるんですよね。なんですけど、多分結果的にこっちの方が速いかもしれません。うん。途中の方のが、途中の国道の方のがよっぽど絶叫ポイントがありましたよね。この道あんまり、下手者感が全然ないですよね。県道なんですけどね、こっちの方が。普通に道快適ですね。あ、ハイビームよ。切り替えがちょっとめんどくさいですけどね。あ、もうこれで、伊勢の快活クラブに入れとったら、もう何も言わんと、はい、快活クラブよって。お疲れ様でした。朝一で、ね、あのでしたっけ、か、肩でしたっけ、かぶとでしたっけ、違う、かがじゃなくて何だったっけ、かな、かな、あ、かもだ、かも、もうね、朝一行きゃいいやってなるとこなんですけどね、やっぱ。バス停ありますけど、本当にこんなところにバス停作ってどうするんだっていうふうに、聞きたくなるようなところですけど、まあ、降りていたところに集落があるみたいかな、あるのかな。まあ、ただ一応行っちゃダメです。そのままバス停に行かないと。スーパー、もういいから。あ、車が出たら地元の人かな。まあ、この時間、この辺りは死ぬって言ったら地元の人ぐらいですから、ね。本当に50キロ制限の企画になってるんやで、だいぶ走りやすいんでしょうね。クネクネしとったらここ30キロ、これぐらいでもう、クネクネしとったら30キロ企画になりますもんね。まあ、50キロでずっと走っとっても、あれになるんでしょう。ああ、でももうこのまま維持しないよ。ええー。飛ばしとか、あっちの方、またがずにそのまま入れるんですね、伊勢市に。いろんな、知らない街がいっぱいです。で、伊勢市街。ミニストップがあるんだ。まあ、後でとこれ、勝たんかな、これ。もう8時回ってますよね、これ。これ行くの方に行くんや、これで。だいぶコンビニも出てきましたね。ここの信号、あれなんだ。待ち時間が横表示になってるタイプのやつ。三重県であんま見かけないですよね、これ。四日市の市街地でもないですし。結構ダイレクトにお伊勢さんの方に出ちゃうのかな。さすがに閉まるよな。そうだ。まだ、あ、10時までやってんだ。ベリー。牛トラが入ってんの？あ、違う。牛トラとは別であるんだ。こっちには牛トラは牛トラになってますね。あ、でも、じゃあ、月空と内空の、間が変ってことは、もう、だいぶ、伊勢市でも真ん中の方には近づいてたんですね。あ、あそこだ、これくらいの距離だったら、別にフライト、来れますね。画像メモ代わりってことで覚えておきましょう。ってことで、すっかり伊勢まで来ちゃったんで、こっからまた鳥羽方面にね、ちょっと折り返す。ちょっとどころじゃねえな。あ、折り返すという形になりますね。
ってことで、すっかり伊勢まで来ちゃったんで、ここからまた鳥羽方面にね、ちょっと折り返す。ちょっとどこじゃねえな。あ、折り返すという形になりますね。9時までには着きたい。9時までには着いて。三幸道路じゃなくて、このまんま、まっすぐ行った島方面に。鳥羽っていうよりも島ですからね。が方面としては。それ伊勢、あ、伊勢西インターか。先ずーっと行くと、前回ね、撮影しました。内宮の方に向かっていくわけになりますけどね。これを右に曲がると内宮。でもう、この辺りがもう、そうですね。おかげ横丁じゃないです。あれは、あ、お伊勢参りのね、参道ですよね。スカイラインの、さ、この時間もう、だってスカイラインね、やってないでしょ。うん、やってないですね。営業終了ってなってますよね。危なっかしくて、とてもじゃなきゃ走れませんよ、この時間にスカイラインは。あ、また動物ですもんね。道になってきましたけど、ね、鹿いますね。いますね。当たり前のように、当たり前のようにいますね、鹿が。飛び出してこやんだきますか。横で草をむしゃむしゃしてますね。この辺りの野生ですからね、ね、知られに、まあ、鹿さんだとかってね、奈良公園みたいにね、行っちゃダメですからね。ええ、結構角でね、ゴスってされると、言いたいとかっていうレベルじゃなくなることありますからね。はい。まして、さっき、今、映ってたかな、小鹿が奥にいたんですけどね。親子でね、飼ってる場合にはね、特に小鹿にね、あ、小鹿だなんて言ったらね、この前奈良公園のところにも書いてありましたけどね、あんだけ人に慣れた鹿でもね、小鹿が言うとね、親鹿ね、非常に、危なりますんで、ましてやこれ野生ですからね、大変危険ですので、やめましょうねっていう、ね。もう言うとるうちに、そろそろ磯辺が見えてくるのかな。もうどんだけ、どんだけ回したのかね、十。一時間超え、あー、っていうか、あそこのローソンから一時間か。そうですよね。二時間以上走ってるわけですもんね。さあ、ここからプラブのせい。もう、ちょっと、あ、プラってるわ。だいぶプラってるわ。まあ、言うてダブル G、ダブルの G みたいな感じ、M の G かな。M の字型な感じでね、来てますからね。いや、まあ。うん。走行距離は相当ですよ。まあ、道なりがそこまで悪くなかったんで、まだ楽じゃ楽ですけどね。湖になってるのこれ海かな。湖じゃなこれはさすがに湖というか沼というか、そういう中心街の方が見えない。まっすぐですね。ここは、うん、まあ言うてくねくね道ですからね、答えますね。赤く灯ってますね。何やろ、なんか空全体が照らされてます。なんだこれ。なんだこれ。わかります？なんか空全体が赤く、赤くなってるんですよ。なんだろう。なんかの光と反射してんのかな。どっちかな。この際でとりあえず。
アスセンターかな、こんなところ。色。磯辺。しまった、鴨駅は、島市じゃなくて鳥羽市だったんですね。全然、島磯辺なんて全然南の方に来ちゃいましたね。よいしょ。まあ、島磯辺はね、エスパーニャのね、最寄り駅になってる兼ね合いで、ちょっと、そんな感じの作りになってますね。ちょっとごめんなさい。光の兼ね合いで、なんか、ちょっと驚々しい感じになっちゃいましたけど、昼間に来たらちゃんと綺麗な、あれですからね。よし。うん、だいぶ、これ、北に行かなあかんな。うん、最速は、167号線をずっと北上してた方がいいやな。はい、わかりました。しまった、鴨駅は、島市じゃなくて鳥羽市だったんですね。全然、島磯辺なんて全然南の方に来ちゃいましたね。一回切る、大丈夫か。バッテリーが持ちそうですから、このまま行きましょう。よいしょ。山田さんの、山田さんのバッテリーの方が綺麗そう。おお、なんか無灯火の自転車が走っとる。見える？見えます。これ自転車今前走っとるんやけど。あと編集。ドライブ系はやっぱりこんだけ長時間撮るとね、編集が大変なんですよね。さすがの山田さんね、疲れますんでね、喋りたくなっちゃいますしね。まあ、鳥羽方面、ぼちぼちと向かってたらいいみたいなんで。ここは何のバスセンター？磯辺バスセンター。よし、そば入りましたよと。さあ。もうちょっとで、もうちょっとで。ああ。つくはずですよ。いいのかな？まあ、一応追い越し禁止ではないですけど、スピード的に大丈夫なのかな。撮ってるといろいろ来ますね。いろいろな車がいますからね。これへ。これかも。何か困るって、止まって確認しましょう。ああ、そこでいい。今のところかな。私、ここまで来て思ってませんよ。普通にもう伊勢市で、車、止めて、ね、駐車場止めて、電車来りゃよかったんじゃないかななんて思ってませんからね。あれが一番よかったよな、もうあそこまで来とってんだら。伊勢市の周りはコインパーキングいくらでもありますからね。お伊勢参り法もありますし、とかいろいろあるんで、ビジネスもね、利用もありますからね、市場にコインパーキングは、探せばね、いくらでもあるんで、止めて、伊豆、宇治山であたりから、電車乗ったら、近日なんでこの時間でも全然走ってますからね、8時台でしたしね、さっきの時間でしたら。多分普通に行って帰ってこれただろうな。ここはあれか、王将か。見えます？王将ですね。餃子じゃない王将。船が、ね、まあ、こっからちょっともう見えないですけどね。ちょっと夜で暗いから映らないけど。でっかい船がね、ドーンとね、上に飾ってあるんですよ。有名な土産物屋さんですね。あ、見ました？ユスタカーが横走っていきますね。しばらく並走ですね、ビスタカーと。この辺りは、線形の兼ね合いで、
あまり飛ばせませんからね。大阪上本町行きの特急。だから、この時間ぐらいまで伊勢島にいても、出張消しましたね。電車は走ってるんですね。すごいな。この時間に普通に特急、ああ、まあ、さすがに、超空気輸送ですけど、特に一回ブームのところは、全然お客さん乗ってないので。でも、まあ、お客さんの姿も、あ、でも、な、6、7人ぐらいはちらりと、姿が見えましたね。まあ、2階席の方はちょっと乗ってるみたいですね。まあ、そりゃ観光でこの時間帰りやったら、2階席でね、のんびり、外の景色に眺めながら、うとうとしながら帰りたい感じですからね。お酒があったらなおよしじゃないですか、もうこの時間。電車ですからね。もう、ね、お酒もブレイクオーのはずです。朝っぱらから飲んでる場合もありますからね、うちらが。電車で移動する場合は。しまったら来すぎたか。もう。大札の方に戻らないとダメか。もう、ここ、あれだな。ああ、鳥羽駅の、ああ、近くまで来ちゃってるな。連打目だ。倍以上オーバーランしてますね。どこだ？どこで降りりゃよかったんだ？これ川戸だろ？これ、鳥羽のジャスコですね。ジャスコも閉まってますよ、この時間ですからね。可能性食品売り場やってるかな？普通にもう伊勢から電車で起こそう早かったね、これ。なんて言ったけど、これ、どこどこ走ってんだ、これ。あれこっちでいいのかな。これかなぁ。いや、これじゃねえな。これは船津駅でしょ。船津よりは南だよな。その、南かも。くっそ見にくい交差点ですね、これ。これ、国道に戻ったのかな？さっき通った気がするな、こんな感じ。なんとなく記憶がある気がする、こんな感じ。あー、腰痛い。声が張れない。疲れてんな。拾ってるかなこれちゃんと声。あとで声入れ直した方がいいかな。エンジン音に私の声が負けていく。その前にバッテリーもまあまあやばい。ここか？ここが買った方が良かったのかな。カモ小学校、あ、この辺りがカモだ。ここで曲がると、これはどこ走ってんだよ、これ。これ、鴨川を渡った先の方に、駅とかあるみたいですよね。あ、これだと、鴨の集落を越えたのかな。越えちゃってそうですね。大札の方に行っちゃうのかなこれ。びっくりするぐらい行きにくいですね。いや、ちゃんと地図見てナビ入れじゃ多分一発でそんな迷いつくんでしょうけど。道が狭いわけでもないし。国道の方がだいぶ山沿いの方走ってるんですね。で、
電車の方が比較的海沿いの方走ってるっていう感じなのかな。暗いよ、これ。あれ、細くなるの？やめて。やばい、細っ。やめて、細いよ。いや。ちょっと奥に行きすぎだね。さっき電車走っとったのに、なんでわざわざこんな奥まで行くはずないよな。邪魔しだよ。あ、でも車から走ってくるだけよしとしよう。いや絶対間違えとるな。この手の道は間違ったと分かっても折り返す場所がないですからね。よし、膝に折り返そうとして失敗すると追突されたりして危ないですからね。うん、かといって、ランオフエリアが取ってあるようで場所なんてまずないですからね。いっそのこと、さっきの国道に、このまますーっと、あと近づいてってくれとればいいんですけど、そんな感じでもないもんな。ここで、なんか。ランオフエリアだったら切り替えもできますね。さすがに戻ろう。ダメだわ。よし、多分抜けても岬の先の方のはずですからね。駅もへたくりもないはずなんで、はい、じゃあ先のところまでは。ああ、これ何時？ 9時29、9時半。おお、なんてこった。地味にハードね、これ。ああ。こっちに来る。もうちょっと行ったとこですよね。これ？おお、これか。どういう席に入るの、これ。あ、このまますっと行ったらいいの？うん。駅あるわ。どっから入れる？ここ？ここか？え？いやー、これは止める場所か。さあ、参りました。来たはいいで。ねえ、着きました。まあ、着きましたよと。駅舎も確認はできました。確認はできたんですけど、これ、どうやって駅に入るの？駅舎は、それなんですよ。目の前のね。これが、最東端の駅、鴨、三重県の最東端の駅ね。鴨駅と。いうことで。鴨駅ということなんですけど、とにかく
入れる場所がない。え？ここは違うよな。え？どっから入るのこれ。入る場所がないですよね。まあ、とりあえず、映しときますね。これ、鴨駅。こっち？ね、鴨駅ってことでね。これは、車で、止めれる場所ないな。あちゃー、これは、まあ、車で来たの大失敗でしたね。もう、夜の9時半ですね。ちょっと電車の2分の名前は確認もできない。あちゃー。え、全然、どこから乗り降りする？どうも、この先のところにあるみたいなんですけど、これね、もう橋桁がね、めっちゃ、低いもんでね、この車通れないですわ。あー、ちょっと止める場所もないんで、ここちょっと止めちゃう。特にもね、あれですから。こりゃとんでもないところにありましたね。これ上が近鉄の線路なんか。まあちょっと改めて、取りに来ようかな。ちょっとこれは車で、電車でやっぱ来ないとダメっぽいっすね。そう、ちょっと集落からも離れてますもんね。これは分かりにくい。さあ、ということでとりあえず取れたぞということで。最善の努力はしましたよ。これで今9時半、9時36分ね。多分本編的には、ね、宇都の駅、映して、次ここに来てるんですよね。宇都の駅撮ったのが昼の2時、3時くらいでしたよね。3時、4時回ってなかったですよね、あの時間。うん。あとで時間確認して出しておきます。うん。ねえ。で、次見た瞬間に、ね、同じ県内のね、フェノーメン。夜の9時ってもう5時間近く走ってると。ね、そっから。なんでそんなかかってんのやってね。詳細はね、もう、ちょっと、見といてっていう。で、間のやつをね、後々ね、はい、ノカトに出せるのかな。一応ね、カメラほとんど回してるのも回してますんでね、出しときますけど。まあ、相当道に迷いのして、間違いのして、今に至っております。まあ、下道に使ったのもありますけどね、だいぶこの辺り道はね、かなりくねくね山道になってますんでね、海岸沿いでも。だいぶ答えてます。そして、ね、その、サブの方をね、見ていただいてる方はね、途中でね、私が吠えてるのをね、出ると思いますけど、ね、この後泊まる予定だったね、泊まるというかね、快活クラブでね、鍵付き防音個室でね、まあちょっと休んでと思ってたら、なんと、この近くに唯一ある快活クラブがね、リニューアル中ということで、13日まで、閉店しますということなんで、見事に、休憩場所も失いと、いうありさまでございます。